うん、まゆう、ハドマすごいね、何がうん。フリコーが配信するかどうかをずっと見とかなあかんねんけど、サブスク限定配信とかしそうやん、こいつ。怖いよね。俺はもう一個の端末で。40、うん。ゆうや、ちょっとじゃあ一回シートからにしとってもらっていい <laughs> ええー、グローブ10個。 やば。配信する予定みたいだよ。やば。プリコ、誰かプリコのサブスク入ったやついるマジもう、すんなよって思うよな。とりあえず行きましょうか。あれプリン将軍いなくね あいつ安心のマジで。そうだね、一位もかかってるしね。うん、まあプリコくがつけるかっていうところも含めてね。そう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 ん。 つけんかったら最後やけどな。から限定でさ、見てたらさ、どうなんそのアイコンってピンク色に周り光るんかな、うん、あ、光るんじゃないん。<あ>多分、わかんないかわかんないけど、うん。ちょっとこれ大丈夫か結構、みんな来てるちょっとけどやっぱ、モデさんとかは、やっぱ少ないかもな。345人見てくださってますね。どす,すごいな、直線的に マジそんな見てんのちょっと待って。23時50分からバトルするやんか。で、うんうんうん。見といてゲルはつけるか。お、もぴナイス。23時50分からガチバトルをして、うん、で、えっと、うん、55分に終わるやんか。そっからさ、一緒にさ、うん、プリコーがつけてるかつけてないか。で、あの、どんな感じで何を投げてるかって、みんなでちょっと情報共有しようぜ。みんなで、そう、情報共有して、ここでじゃあ、ちょっと1位取れるように頑張ろう。うん。うん うん、だってもう他行くことももう無理だからもうバトル終わったスペシャル来,、ね、来なくてもやり直しなしで時間がないからスペシャル来なくてもやり直しなしでなん、ゲ、うん、しよュみんな一曲、うんうん、さんありがとうございますネムさんフォローありがとういやーちょっと待ってあと3分だぞやばいちょっと待ってこれ結構やばいかもしれんでいやーだからど,どうなのあと 1M 以上飛ばないときついと思うけど俺。 そろそろはあ今,ど今どんぐらいあるかわかんない見てないわあユニバー飛んでったよなあーあ1.7ああけどやっぱ1円も近くあと 673.3k 衣装さんが投げるもんなもそうかでさらにプリコークのところでも飛ぶことを考えるとやっぱそうだね 900k とかは必要なんじゃないかなと俺は昨日とかは57分で配信つけてロッカーに携帯を置いて枠投げでユニバーめちゃくちゃ上がって <laughs> そうね<だ>やばっ やばい、ね、レオさんって本当に来るの俺、ね、は分からない。けど、信じるしかないね。いや <laughs> やばいなぁ。さっき誰かとバトルして仕事入ったと思うけど。仕事をやってる<ー>これでさ、プリコがさ、あの、配信つけずにそのままさ、2>, <ん>2位になってくれたら、<ん>最高やけどな。 まあ確かにね、1位、なれたら。うん、いや、よしく全然いいね、ありがとう。まあもうこれはもう延長できないからな、もう50分行くしかねえからな、これ。おお、じゃあ50分になった瞬間につけようか。あ、つけようかじゃないわ。50分だともう来て来てそ、その時は、ね。つけようかじゃなくて、バトルな。電動 10M にしたいって言ってたよ、うん。あ、そういうのもあんのね、なんか。電動何 M な今。 いやー、これ大丈夫かー。9.6M やったあと 400K 飛ぶってことか。結構きついそ。そしたら 2.7M ってことか。あ、いや、けどだってまだ今日金曜日でしょ土日あるでしょまだ。ああ、そっか。じゃあ余裕か。電動は。電動は土日あるから、あんま考えてないと思う。まだ、うん。なるほどね。皆さん、あと 673.3K でね、えっと、プリコーに勝てますんで。あさあ、皆さん、間もなく、間もなく始まりますので。よし、バトルするかー。 なんででは流さ、流さない方がいいんだよね、YouTube の,の。ああ<ー>、<に>流さん方がありがたい。行くぞ。オッケー、オッケー。さあ、行くぞみんなやり直しや<し><あ>ラストバトルいさあ、行くぞさあ、行くぞ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 ,いくぞオッケー オッケー、ナイスグローブオッケー、作戦同時にオッケー、ナイスグナイス。いくぞみんなでアップスクリーからお願いします今2位ですけど !673.2k で3日上がります冬やバランマ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 

三倍やぞ三倍やぞ三倍やぞ激圧 <challenge> できるんだけど激圧や激圧ハ <laughs> ンバーグ <laughs> ラストバ倍やつばい笑んばあ、気がっこいいあ、気がっこいいあ、気がっこいいあ、気がっばいいあ、気がっこ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 いい

はい、素晴らしい。はい、第四級です。はい、感謝します。1位、パイナップル、417系。もうやばすぎた。ほんまありがとう。愛してるな。はい、アカネも105系。すごすぎたよ。マサイハンもめっちゃ頑張ってくれた。マジでありがとう。え、マタサもすごすぎた。本当に大好き。そして、シュフードもすごいし、マジで、アキラもよう頑張ったね。そして、ユウコもダイスもモピも、マピちゃんもほんまに最高すぎた原爆です。みんなまとめて。圧倒的めっちゃ 薬局さん、薬局さんありがとうございました、グローブから何からね、本当に。残り 413.6k で。タソもありがとう、駆けつけてくれて、タソもありがとう、ジュンソもありがとう、そして九州、九州おすすめスポットさんもありがとうございます、よしんもありがとう、高谷さん好きだ、やばい、高谷が好きだらしいと。ありがとう、アスペッチありがとう、どうすんのどうすんのお前、どうすんの大丈夫か。もう、レオさんが来てくださることを祈るしかない。じゃああの モピー、あの、ちょっと、チクイチ、ちょっと伝えてほしい。きついな、きついな、きついな。これ大丈夫かあと4分だぞ。2.3M らしいで。はい、あと3分42秒です。ありがとう、みんな。いやー、てないよ見守ることしかできないけど。いや、サブスク限定配信でつけてんねやろ。え、え、またその、えまたその、はい、今が、ズキュンドキュン走りだしい、ナイス。ありがとう。いくぞ。210コインで87になります。 あと 408.6K ですね。え、ユニバが12個ね。サブスクでやってるよね。いやいや、ひまりちゃん、ありがとう。全然、ありがとう、ありがとう。嬉しいよ。サブスクでやってる。ありがとう。うん。レオさんが爆弾って。あ、どうなるこれ、どうなんの残り3分10秒か。終わっちゃうのこのまま。このまま終わっちゃうこのまま終わっちゃうか。うあ誕生日、どうだ残り 400K。けどさ、サブスクでもタスコアは動くのよな。残り3分です。うん、うん、うん。 残り3分。ラスト3分や、ラスト3分。地投げをやるべきだ。ラスえ、待たそう。てるてってって、てるてっ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 て、ナイスや、待たそう。いくぞ。2分45秒か。どうなるこれ。いやー、どうなるこれ。732人も見てくれてるけどね。え、プリンス小山で 405.8k です。405.8k? レオさん来てくれるかなちょっときついか、これ。どうなんだろう。 あるこれあるワンチャンあるか。サブゲンでもついてないやん、ほんまにほん,ほん,とにほ,んほんまやとしたら、おっしゃんとしたいんやけど。地投げしたくなっちゃうよ。だめや,や,や、まぁ、あ、地投げしていいんっても<ょ>最後の最後はな。ついてるな、サブスク限定で。 いや、レオさん、俺、俺じゃないっす誕生日。レオさん。レオ、レオさん。レオさんレオさん。誕生日ケーキ投げてる場合じゃない。俺じゃないですよ誕生日。レオさん誕生日ケーキ投げてる場合じゃないっすレオさん、残り1分58秒で。え、2 3三分。いけんのプロソロ。いや、無理。いけんのかって。レオさんはプリン将軍のところに来てくださってるの今。あ、今ね、レオさんが。うん。えニュース残り2分だけ。 なぜですかこれやばいレオさんはプリン将軍のところに誕生日ですってうんちょい、ね、プロスナーお誕生日おめで素敵な一円になりますようにありがとう一位に一位にしていただいていいですかじゃあやばいプリンと 2.4m って今表示されたぞ今一瞬残り1分18秒 <laughs> え玉掛けご飯ちゃんこんにちはなぜ、ね、かお前レオさんはプリン将軍のところに今いるのは <laughs> レオさんちょっともうわかんなくなっちゃったどうだろうっえ 2.4M、2.4M やんうわー、これきついか、プロソロ。無理これ無理じゃんどうだろうフリーコーいっぱいレオさん、あと1分です。あと1分いです。アルシンさん、レオさんこれ1分です。2.4M と 1.9M、500系ぐらい離れてますけど。隣のやつです。はい。レオさんレオさんナイスに残り50秒なんですけど。 これは無理かな。レオさーん不思議な畳みレオさんじゃレオさん不思議な畳みかけてば場ちゃう。レオさんありがとうございます残り五0 0だよ、レオさん俺1位取りたい誕生日年に1回なんで残り三0秒レオさん残り30秒残り30秒どうなるどうなるダメかこれダメかレオさん無理なやつするこれダメかこれダメなやつじゃ残り20秒

お疲れ様。いや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 、2位でもすごいよ、ほんとに。赤手、最後ありがとう。誕生日おめでとう。2位。ああ、やっ岩田さんごめん、大丈夫。やったな。2位か。けど、2位は取ったことなかったから逆にね。1位、2位、3位は取ったことあんのよ。クロロ誕生日劇ありがとう。1位、2位、3位。ちょっと待って、プリコ、ほんま 2.4M でほんまに配信やらんかったんじゃん。 いやけど配信つけたでしょだって2.3だったから。あえて投げんかったんかな <laughs> マミ誕生予約ありがとう。うーん、どんな。ハートミッキーありがとうこれ、400K! 地投げしたかったなぁ。<laughs> いやけど、したらしたでさ、<laughs> 来てた可能性があるもんね。配信前 2.3M やったから多分、100K ぐらい投げはったんかな <laughs> 地投げして1位になってもしょうがないよだっまあね、けど地投げしてでも1位取りたかったな。まあ、しょうがないよ。いやいやいやもうそれわか,かんな、ね、い。俺、それが。<laughs> それはだってもう、あの、うん、反則だから1位じゃないのよ、それ。俺から言わせればあね。そう。いやー、お疲れさん、ありがとう。850秒見ていただけて嬉しい,ですいやーで。結構ね、長時間配信だったんじゃないのうん。そうやな。12時からね、うん、ね、夜つけて、昼の1時ぐらいまでかなやったんかな いや、すごいよ。2M はすごいよ <laughs>、まあ。すごいすごい,すごい。いやー、ちょっと悔しいなぁ、うんまあ。悔しいけどな。2、M、もね、すごいよ。あ、薬局さんお帰りなさい。<coughs> そうよね、さ、さやちゃんもあれやったもんね、さん前はありがとう。もう、皆さんありがとうございます。僕まで2回入れていただいて。うもう。ハードンマ、あ、日回入ったん9いや ?91。そう。もう、すいません。ありがとうございます。ほんと、ま。気ハードンバ。 助かりとうか、めっちゃショック受け取れやん、いい <laughs> ショック受け取るやんけ、1位ワンチャンいけると思っちゃってたからな、やっぱ期待するとあかんないやいや,いやいや、まあ、けどそれはね、誕生日1位取るつもりでね、ねやっぱり配信しないとね、結構、まあまあ、まあ、1位、2位、3位を全部1回ずつ取ってるやつって、逆にいない気がするから。 よかったかもしれない。いや、その理論はちょっと全然意味わからんけど。これ悔しいな、ちょっと、なんか、もっと頑張ろうって思っちゃうな、逆に。レオさんがプリン将軍に行ったのかな、プリン将軍が相手やったからあかんかったんかな。そうでもない。レオさんそんなことはないじゃないだって。よそれは絶対関係ないでしょ。 うん、うん。そうやな。それは関係ないよ、別に。なかなかやっぱ1位って難しいな。プリコ全然ほんま飛んでなかったな。うん。ワンチャンいけたな、これな。踏ん張れば。まあけど、だいぶ配信してたしね。ね地投げしたかったな。いやー、地投げちゃダメやで。<laughs> まあな。だけど、みんなね、来てくれたやん。まあまあまあ、ほん、ね、まに、まあ。みんなも。 そうやな、え、松尾ちゃんとか。けど、ダニーはほんまこんかったから、あいつブロッコリーまずしたろ。え、結構投げてなかったプロソロ。全然投げてない。俺は投げたけど、あいつ全然応えてんかった。いや、そう、めちゃめちゃ投げになかった、プロソロ。うん。マジであいつマジでこんかった。うん。いや、なんか来たけど、5000インくらいしか投げてなかったな。途中で。えへー、それはちょっとやばいな。レオさんはプリン将軍のサブスク入ってるし、将軍が好きなんだよ。ああ。まあけど、 バト,バトル終わってから関係ないじゃん。だって残り5分あったんだから、バトル外で。ほんまや、確かにな。だから入れようと思えば、あの、入れてくれたと思うから。うん、そうやな。そうやで。うー、んうん。ダディはちょっと今後一切の関わりを立ちたいと思います。あはははやばいな。はい、え、めっちゃ投げてたよね、だって。ユニバ何発投げたっけ二度と絡まないようにしようと思います。十何発くらい投げてなかっただって。 6発ぐらいユニバー投げたかな。6発 ?6 発か。けど1発ぐらいは返してくれてもいいよな。せ、うん、やね。せめて。えだからまあ今回のその誕生日でもやっぱ関わるべき人間と関わるべきじゃない人間が分かったかな。あー、けど誕生日って結構そういうの出るよね。ん出るな。わかるわかるわかる。誕生日ってね、すごい出るよな、うん、それ。うん、うん。で、誕生日ってさ、ほら長時間配信してるやん。うん。 まあ、どんなに忙しくてもね、ちょっと覗くことはできるやん。うん。うん。あの、トイレ行ってるときにね、覗くでもいいし、そうそうそう。うん。どんなに忙しい人でもね、どんなに具合悪くったってさ、そう、2、3分ね、配信覗くぐらいはできるからね。だからそうやな、ね。おめでとうの、おめでとうの一言ぐらいはね、別にギフトはね、それはまあギフトはね、投げる投げないはあるけど。うん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 。こういうとき出るよね。出るな。そろそろみたいに投げてる人はね、 出るよねこういう時にね。出るな。来な,ないやついるって結構おもろいよな。いやダーデーさん5000はちょっとマジで笑ったな、それは。うん、<laughs> まあ、なんやろな、やっぱ。うん、<laughs> パイナップルはやばすぎたね。えー、本当にパイナップルは最高だわ、本当にうに、んうん。だから、そう,やっぱそ,う,いうとこそういうとこ出るよ。出るな。うん、まったりしゃべろうや、ちょっといっ 一回ごめんやけど。いいよえ、昨日日間何やったんえっと、プリン将軍。えっとね、九十一位かなすごくないすごい。ね。二十二時にパってつけて、つけてさ、そんなね。あ、また大丈夫。二時間で、二時間で91位ね、させてもらって、本当。走ってコンビニ行ったやつありがとう。ちょっと待って、薬局さんの名前変わってね、濃厚コになってない。大丈夫そう薬局さん。さすがに、さすがにちょっと無理させすぎたな、薬局さん、ちょっと。 さやちゃんのとこも行って、いや、俺のとこもね、ちょっと薬局さん、ちょっとね、本当、いつもね、やっぱりもう、あれやな、もう、申し訳ないな、本当、すいません、なんか、すいませんね、本当、俺のとこもめっちゃやらしいもう、やっぱ絶対1位取るってなったら、もう、作戦変えるわ、俺。作戦変える。1>, 1位取るってなったえ、どういうふうに変えるの、作戦、ちなみに。サブアカで、めちゃくちゃ投げまくる。うん、うん、それで、もう、地投げで1位取るわ。 <laughs> もうそれでいいわ。あのさ、あの、いや、もう、そ,そあの、地投げいっぱいできるように配信頑張るわ違う。違う、違う、違う。誰も信用せえへん、うもう。<laughs> 違うわ、お前。いや、うん、もう、だって、地投げしてたらいけたもん、一位。うん。うん、400球やったし。あさもうお前、こんだけやってさ、こんだけね、いろいろ考えて導き出した答えがそれって、俺はもう寂しいよ。 いや、もうそれでいい。だって 2.4M <laughs> ってことはさ、あの、だいたい400万円で1位取れるからさ。いや、違うじゃん。<で>そういうのもあるからさ。2.4M で、ね、えっと、んね、だいたい、いや、結局いろいろ差し引いた地投げすると200 250万ぐらいで、うん。いけんのよね、うんうん、費用。だから別に、もう地投げでいいわ、これから。ちち いや、もうだから、お前もう地投げでもいいが、一位、一位取れるっていう。いや、だから、その、すみかちゃんは、レオさんの、あの、一人投げで一位取れるやん。で、えっと、プリコは、団結で一位やん。俺、自分で一位。いや、ちょっと、それ、一位じゃないんだって。だから、さっきから言ってるけど。プロ地投げプレイヤー。もう地投げでいいわ。いや、ケンタロウ、お前、あの、今日でな、ライだよ いやチビ作るとか、ないのフリコは、えまた、熱に長時間お疲れ様、ありがとう、それらしいけど、<ー>週刊組1位させないよ、誕生日の時。週刊組週刊組新しくていいね。図工。自分で1位はおもろいろ。うん、自分で1位はないって。いや、うもう自分でも1位取れ、<ー>いや、おもろいやん。 やってるやんってなるやん。狂ってるやん、それはそれでって。狂 <laughs> ってるやばか。先生電動マ、電動入ったん,やんてる、ね、電動入ったんはすごいね。まあ、えちょっとスクショしよう。まあ、うわ、すごい。やばいな、とね、電動。ね、まあ、理解できないならいいけど。うん、そうそう。やっぱ1位取るには狂わなあかんねん。プリコも言ってた。1位取ろうと思って取ってないって。 あ,あいやいや、それやな。誕生日の時。いや、その、<laughs> そのクルーとね、この、そのクルーは全然違うのか話。いや、もうええねん、別に。君のクルーは。うん。だから、のその、地投げとかしてでも、もうほんまに誰の力もかりずに自分で1位取ると一番さ、誰にも迷惑はかからんやん。うん。いや、いや、それで潰された2位の人とかってめちゃくちゃ迷惑や、うん。いや、そんな俺もプリコに今迷惑してるから。うん。 めちゃくちゃ迷惑してる。俺ね、ガチの誕生日の人がいてさ、地投げじゃない地投げしたらいいそうですよ。えだって地投げしたらカンルールないから。いや、いかんのよ、地いや、いかんのよ、地投げの。いや、いかんのよ、地投カイポもやられてたや。そうなんやな。うん、排除されるんじゃないのいや、俺な、ここだけの話だけど、まあ、縦指50位に終わったのよ。で、あの、ここだけの話にならないです。800人ぐらいいるなら、ごめんなさい。 ここだけの話にならないですいや、もう除外されていいから、もう縦井辺終わった話はし、別に50位なんて橋にも棒にもかからんがどうでもいいやん。だから言うけど、いや、本当に、デイリーミッションちゃんとクリアできてて、縦井辺、ね。<laughs> で、けど、あ,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 あのー、オフ会の日、早めに寝なあかんってことで、早めに寝たかったから、ああそう,なうん。うんかといって、あのー、二次会とかもあるってことで、やる時間なかったから、うん。うん、だから、あのー、 でもなんかユタシとバトルしてる時にもう爆投げきてん。10万ぐらい対20ぐらいで負けたから、もう一回バトルさせてもらって、うんうん、で、爆投げ、自分でデイリーミッションクリアしてん。<laughs> その時だけね。1日。<laughs> 縦、縦イベ縦イベ。土曜日がさ。縦イベクリアするな、自分で。で、日曜日は、秋さんの、うん、携帯をお借りして、配信時間2分で、プリン将軍のランキング抜かしてん。 お前なんか1個目にいたよな、なんか。あれめっちゃ気持ちよかったな。びっくり、びっくりしたわ。なんでこんなにって思って。いつ配信してんねんって思ったやろ、あれ。思ったもユタえ、またそう。そうやな、ユタし来てなかったな。あれもう。お前や。関係性終わったと。ま、また仲悪いの、今。仲悪くないんやけどな。あれ、ユタし忘れてたのかなちょっと。 あれか、ユタ氏のガチビの応援は差し控えた方がいいのかな <laughs> なんか人間不心になってきたわ。<laughs> いやー、まあまあまあ、そうだろうね。プロソロの場合は特にね、普段やってるからね、君自身が。他のところで。そう,そうそう。今とコラボして俺はさ、別に、あの、普段他のわけでそんなやってないから、別にね、うん、来ても来なくてもしょうがないってなるけど。じゃあこれから、その、何やろう、爆投げするのやめるわ。マジで。 ゆたし、昼間調子悪かったみたいやけど。<laughs> 人間よしなよね、まあまあ。だからもう人のことをもともとやっぱ、じゃあ俺、本当に人のことを基本的に信用してなくて、服から行ってリフレッシュしよう。おもろい。<laughs> おもろい、柔道。<laughs> やっぱ、あれやな、もう、頼ったらあかんわ。頼ることが間違ってんのも。 うん。<laughs> いやけど、俺何でも自分で解決してきたから、今まで。うん、いや、それは、それだけ聞くと別にいい言葉なんだけど、つな、うん、げは違うけどな。自分で解決してるやん、だって。<laughs> いや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 。いや、地投げでもぐっ取,<や>取れるってことをさ、面白いやん。いや、そんなんだったけど、俺だって地投げすれば取れるよ1位、うち。いや、したでもとねだから、から何が言いたいかっていうと、ちゃんとがガチで言って、けど、負けたり、その2位やった時の、その、 なんか、この、なんか、雰囲気って、めっちゃ暗いやんか。うん、うん。まあまあまあ、確かにね。うん、うん、うん。そう。こんな暗い雰囲気になっ、俺は別に、しゃあないなーっていう感じやけど、ま、ちょっとなんか、お、おつや状態みたいになるやんか。それやったら、うん。やっぱり、プロソロお前、え、自宅に撮んのえ、え、え、うん、うん、するけど、はぁ、つってさ、ずわーってもう、2M、3M、ずわーって上がってったらさ、めちゃくちゃやんってなるやん。それで除外されたんじゃんめちゃくちゃやおもろいやん。 もう、そんくらい突き抜けるぐらいのことをし、<laughs> <う>した方が俺はもう面白いと思うのよね。うん、あなるほど。うん。だ一番俺が面白いと思うのは、ガチ日でも何でもない日に、え配信時間1分で 3M ぐらい自分に投げて1位。うん、<laughs> 1> それガチで思うの。3M、3M ってったけどもう5、600万。五六百万。いや別にそんな毎日配信しとけばもう余裕でたまるやん。うん、いやもう5、600万それに使うなよ。五六5、600万を投げたとしても、 3M やったら帰ってくるから、結局300万ぐらいでいけんのよ。うん。まゆう、こういしおもろいやろ。そう、だから、プリコが、よし、いくぞ、いくぞ、あ、1位、1位、あれこれ絶対やったろって思って。うん。プリコの邪魔、ちょっとプリコに、ちょっと喧嘩を恨んで、この記憶を、一生胸に行きたんで、あいつがガチで1位取るってなったときに、 俺、マジで、サブスク限定配信だっった。<laughs> 視聴者11人や、マックス。<laughs> それでいいわ、もう。<laughs> おサブスク少なすぎだろ。<laughs> い,いや、何で笑うてんね <laughs> お前。寝とけや。サブスク、お前11人しかじゃあ、俺、あの、あんま、その、サブスクとかで、ね、<laughs> その、なんやろ。<laughs> サブスク入っててよかったって思ったことないね別に。うん え、プリンジョ君お前えごめんえっと360万人フォロワーいて、えっと今えっと同説何人見てんの ?44 人ひ <laughs> <laughs> 一クラスの生徒の人数やん、えー、その日サブスク入るから呼んでくれんでやねん、うん、いいねん別にその日サブスク入る <laughs> 今入れや <laughs> んんいやヨシ君そうよなもう税金かかっちゃうよなさあなドラパンマンさんな,やないやもう税金とかごちゃごちゃ細かいこと言ってやつ、うん、黙れ どうでもええわ。一位取れたらええねもう、これもう、どうでもええ。俺のけるでしゃるんな。もう、お前、行け、もう、行かれてるわ、お前、もう。ほら、入るし、待って。うん、別に無理せんでいいし、別に入らんでもいいよ。どっちでもいい。うやばいいやけど、おもろいな。おもろいよ。誰もやったことないのに、そんだけ一位取りたいんやってなるやん。うん。ワンチャン日間ランキングが低い時に俺やったろうと思ってる。うん。 <laughs> だってさ、少ないコストで1位取れるって気持ちよくね普通に。<laughs> <ら>たまにさ、1.5円くらいで取れることあるやんか。かんそれあれさすがギネスギルク超えの男は違うな。まあな。プリコなら10円もやってくるかも。だからプリコが1位を狙ってる時に1位を取るのが一番効率悪いねん。うん。いや、それはもう無理よ。そう。だから俺は今日たまたま誕生日でたまたまあいつがつけてたせいで1位逃しちゃったんだけど、うん 先生がおもろい配信がおもいよな、ありがとう。そろそろ、もうあの、よし君答え出しちゃったわ。これが正解よ。休まずコツコツ配信してれば、プロチョロなら1位取れるよって、あんまそんなことない。これが正解。あ、正解じゃないですか。お前、ダメだ、もう、もうダメだ、ひねくれちゃったわ。そんなことない。あ、修道ありがとうね。それはな、ハロ君な、休みすぎやな。3M って1回で投げれるのいや、だから複数のアカウントで投げれるんじゃないかな、別に。うん。言うこと聞かんから、もうダメだ。 俺、結果が全てやと思ってるから、別に。うん。いや、結構、まあまあまあ。タイランドィ、どっちもいい。うん、任せる。俺、サブスク入る、入った時のメリット全然感じたことないから。うん、エモート使いたいサブスク限定配信見れるだけでしょ、どうせ。別に何も思ったことない。応援する気持ちやんね、サブスク。うん。ファンクラブじゃなサブスクよりはな、なんかユニバとかパーン投げて、めっちゃ喜んでもらえた方が俺は嬉しいと思っちゃう立場やから。うん。 確かに、投げてくるれば、おしゃげ入れるけどな,<ー>なんでなんでいやいや、ユニバー投げれんならサブスクも入れるやどっちもやればいいやちゃうやだから、その、レオさんがサブスク入るかどうか迷いますって言ってはったやろ一回。うん。うん。それと、うん、いや、レオさんと次元が違いますけど、それと同じ感覚じゃないかな。いや、レオさんは冗談に言ってるでしょ、絶対。この、たまたまなら、プリコさんに邪魔されたとかのせいじゃないのでは。うんおなお前。 お兄ちゃんって知ってるちょごめん三十分までちょっと喋らせてごめんプリンごめんいいよいいよ全然いいドラえもんみたいなんだろうんドラえもんみたいなんだろコロスケならコロスケなりいいでしょ あ、そういうこと、そういうこと、そういうこそう。うんうんうん,、うん、うん。プリコをわざとガチビ合わせてくるからな。あいつほんまやばいな。サブスクメンバーにー宝箱を高額バってガチバッての時に投げてもらうのは、はい、意味ない。えー、ソブロック。潰されたんだね。<laughs> プリコさんに潰されたんだね。大逆襲せなあかんな。一致潰されたんだね。緊張立つか。かわいそい,いや、緊張立つ。<laughs> もう、歪んじゃったよ、この人。 俺もともと性格歪んでんねやけど、今日でそさらに歪んだうーん。なんかダメな方に行っちゃったなこの人今 <laughs> 日で。だ、ね、みんなにも申し訳ないからね。うん、いやそんなことないけど二二ね取れた,からた。応援してたいただいたからにはせっかくやからやっぱ一位ね。いや協力俺はだけどね。タイプあいつ投げへんね全然。な投げしての一位よりは自投げしないで二二位の方が俺は価値あると思うけどな。<laughs> めちゃくちゃかっこいいこと言うてるやん。うん。 ちょっとユタシのガチビの応援はちょっと消しとかなあかんな。<laughs> で、まあまあいろいろ状況あるからね。ダディーは全アカンと。まあね、見返り求めて投げてるわけじゃないからね、まあ見返りなんてもしょうがない部分はあるけど、まあ,ね、まあけど、さすがにユニバ6発ぐらいもらったら1発ぐらいはましてくるよね,ね。プリン将軍みたいに情報商材を売ろう。うん、うまい。俺もそうしよっかな。 情報商材を売って得た金で地投げしたら全然何もリスクゼロか。うん。あかねちゃんへまたそうちゃん、パイナップルは痺れやなさよな。うん。よかったけど来てくれてね、そうやって。うーん。これからやっぱちょっとお金の使い方マジ考えるわ俺、俺。うん。な、な、何してるの電卓叩いてんの何してるのえ,え今あの、ダディブロッコリーって書いて、メモ帳に。うん、で、そのメモ帳を <laughs> <laughs> い, <laughs> いやけどそれはちょっと顔出してくれてもいいよなうんだからやっぱり、うん、結局なんか自分が困ってる時に助けてって言ってるくせに俺が困ってる時に助けへんやつって終わってるなって思ってまあけどそれはちょっと俺も共感はするかもうんなんかだから結局さなんかやっぱくれくれ,くれ人間はダメだよねそうやなだからもう顔面に行くみたいなもんか まあけど、やっぱプリン将軍はうまいと思う。その、だから、くれくれ人間もあかんし、かといって、投げすぎ人間のプロソロもあかんやそれはそれでね。まあまあ、まあ、プロソロは投げすぎだと思うよ。うん、うん。そのちょうど中間をうまいこと言ってんのプリンやから、俺も賢くそうやって生きていくわ。また戦後。戦後時は投げるし。うん、けど俺な、普段は一切投げないからね、全然。 そうやんな。それがいいわ。ほぼ,ほぼおか、ほぼお返しだけだよ、これ。うん、そのほうがいい。俺だってさ、麻衣ちゃん、バオバオちゃん、可愛くて投げたくなるときあるよ、俺だって。うん、<laughs> 我慢してんのよ、俺だって。麻衣ちゃんに投げ、もうこの間、もうこうしてたらおすすめにさ、もう横地と麻衣ちゃんがさ、やっててさ、もう、麻衣ちゃん勝たしたくてしょうがなかったよ、俺は。うん、そうなんや。我慢した。我慢大事やな我慢しちゃった。我慢した。うん、ここでさ、ね、重大発表していい、重大発表。 あ、やっぱやめとこう。そうすることやからやめとこう。俺が。結婚すんのエマなんか助けてもらえなかったは助けてほしいときに。あそうなんや。大変やったな。エマ、あの、バーハンなりでめっちゃ助けたぞ、俺。まあ、やっぱダニーがほんまにやばいってことと、まあ、ほんまにユタ氏が疲れて寝ちゃってたっていうところかな。うん。これその結婚結婚発表。いや、違うそんなおめでてえは私じゃねえぞ、お前。 クロロ、クロロ、クロロちゃんと結婚一番嫌だわ。当人部行くわ。クロロと結婚せなあかんのやったら、マジで。うん、ほんまに。え、なんか、プロソル聞いたうんなんかあの、あき、あきさんとなんか仲高い人らしいよ、クロロ。誰がクロロちゃん。え、マジでうん、なんかさっき、そう。いやいや、ありがとう。あ、とろみちゃんお疲れ。ありがとう。 うん、あんだけ、あんだけ、あんだけアキさんに世いになってて、なんかアキさんと揉めたらしいよ、なんか。やば。昨日のプロソロさんとダディのコラボ行て、今日どうするのかなと思って,て、ダディさんちょいちょい見てましたけど、プロソロさんのお祝いいかないんですか古しかったですかやば。やばいな、それは。全員にもう、ダディの、一発ぐらいところを言おう。ユニバー一発ぐらい投げに来てくれてもいいよな。いや、<ー>それがね、プロソロに対して、 助けてって言ってなかったらいいと思うんだ、別にね。何も言ってなくて。で、プロゾン勝手に投げたんだったら、まあ、それはね、別にいいかもしれないけど、けど、助けて、助けてって言ったんでしょうで、お返しするからみたいな感じでしょだって。やばいよ。今、その、ダディのやっぱり、その、アンチが湧いちゃう原因が分かったな、今日で。オルバランマ。あの、さすがにな今見てる254人な全員ダディともう二度と、ね。 あ、なんも大いこの後言いません。ーん俺が BN されるかもし <laughs> れないよね。BN される、BN、えー、される言葉ここまで来てます、もう。ええ、危な,ここ危なかったです。二度とまでしか言ってないです。ここですね、ええー、ダディーさんと二度と、ね、二度と, <laughs> 二度とね、うんま。うん、二度とう,まうえー。 みんなあいつやばいやつだって知ってる。うん。俺が知らなかっただけか。詐欺やなあつだな。2でもナイス。えぇ、悪の助さん、ありがとうさ。だって応援してくれた人がさ。うん。あの、ありがとう、おめでとうって言ってくれるの嬉しい。で、まあ結局、あれやで、あの、女の子に、どうせ。アキハトそう。プロソロが投げた分はどうせ女の子に投げて終わるんだぞ。ああ、そういうことね。アキハートも。うん。うん。タさん、ありがとうに消えてくんだぜ。お前の投げたゲスト。 お前に一個も帰ってこないで、お前。ジャニーさん、ありがとうーってっっ。パンダ、そうなんや。ああ、まあまあ、パンダ、パンダ、お前、10K はかわいいわ。10K で済んだら、それ、勉強代や。うん、え、プリン将軍は何時まで今日、<laughs> 10K 10パンダ、やられたし。俺は別に決めてない。別に半でも1時でもって感じ。うんうん、けども、プロソロは、ね、寝るでしょ、もうさすがに。<laughs> まあまあ、そうやんな。めっちゃ、めっちゃ配信してないんだって、ひまりちゃん。 あと逆に配信したろうかなみんなの逆、<も>あ、パンダ、うん、クラッカーとかありがとう、うんうん、パンダごめんな、ありがとう、うん、大丈夫、大丈夫、ありがとう。うん、じゃあもう今日、今日取れば、一 <laughs>。<laughs> 今日取れば。<laughs> 逆に今日取るか。<laughs> 今日誰か、誰か来てくれたらおもろいのにな、これでな、うん。いやけどさ、あの、プリン将軍が、あのーうんえが、えっと、社長ファイトクラブ断ったんやったっけそういえば。 ああ、なんかは、話してたけど、断ってたよ俺、社長ファイトクラブ断って、俺は、あの、受け入れて行ったんやけど、うん、そのやっぱ、社長ファイトクラブの、えっと、川原社長が、めっちゃ投げてくれてん、プリコー戦で。うん。うん、ええすごい。そう。もう、プリコーに、うん、今日誕生日プロソロ会言って、なんか、来られて、うん、うわ、負けるわ、と思ったら、川原さんがドカーンって、なんか、グローブとかも使ってくれる女の子もいて、うん、33万たら6万で買ったんかな、その時。うん え、だってさ、あれってさ、あの、社長になりたい人がプレゼンするやつでしょなんか事業を。もうプリンはもう社長やもんなってことやんな。いや、そうなの。で、俺社長だし、新規事業をやりたいのがあっても結局自分でやるから、だから俺令和の虎も出てないし、令和の虎も出たらーってそう言われるけど、そう。だから、うん、出れないなと思って、普通に。ただ、そういう理由。うん、そう。うん、個人事業主やからまだ。え、2M って最高、うん 2.4M、1位取らせていただいたとき最高やったね。ああ、そうなんだ。え、俺 ?2.6M。M お前チームで最高。俺2.4最高なんだ。ん俺、俺 2.6M。ありがとう。お前、地投げで絶対超えてあげるわ。 絵は自分ジムじゃん。俺別に人のこと信用せえへんから大丈夫。お前も闇落ちすんなって。ガシン招待や闇落ちすんなよ。トリン将軍が12月何日30日30日。ありがとう。え、もうすぐ1位取れる、1位取れる。あれプロソロランク外やったのに1位ってやるわ。いや、お前、いや、ちょっと俺の誕生日はやめろよ、お前。じゃあ俺の嫌いなつが誕生日の時にやったらば、絶対に。 ああ、いや、そう、それないガンミニキが誕生日の時やったるわ。<laughs> <laughs> いやけど、ガンミニキ強いぞ、多分。あんなしょうもないやつ、ね、強いぞ。いや、どうでもいい。あいつ嫌いね、めっちゃ。うん。だな <laughs>、そうやんな。今日なら行けんじゃねえちゃうねん。今日行けるもか <laughs> 誰か、誰かねえけどね、ちょっと。行ってくれる人いないときついよな、やっぱ。っ 1>, 1位は。最後のね。 もう、バーって連打できる人がいないと、きついよね。まあ、こうなっちゃうとね。うん。まあ、それともみんなで、もう圧倒的にね、差をつけとかないと。あとは、日にもよるしね。いや、不運もあると思うよ。だって別にこれ、プリコさんがね、やってなかったら取れてるわけだしね。まあね。うん。で、やっててもほら、こんなに上げない日もあるじゃん。 なんだっけ地域、地域バトルかなんかのやつだっけ地域リーグの決勝が被ってたんだよね。ああ、そうそうそう。だから、それ被ってなかったらまだいけたんじゃないもしかしたらわかんないけど。まあね。うん。まあ、けど。その点、うん。うん。だから、あの、日間が低い日にサブスクで俺一人で配信して、1分の配信で爆投げして1位取って、その日誕生日のやつとか、その日ガチビやったやつ全員、あの、はい、抜かすわ。泣くぞ、お前。泣くぞ、それ、お前。 何が知らん。んやられたから俺。ら泣くぞ。違うんだって、そうい俺やられたから。俺やられたから。しかも、運営さんにな、うん、聞いたらな、地投げってしていいですかって聞いたら、ああええでってーでー。ええでーイ,ベイベントとかは剥奪なるでしょ、イベントとかはね。うん、剥奪してほしいな、むしろ逆に。けど、サブアカとか、 別の赤で投げたらわかんないもん。分からへんねん。<直>分からへんねん、結局。だってそれを結局さ、証明しないといけないじゃん。結局。うん。うん、それを除外とかするんだったら。うん、別、犯罪行為ではないから、ね、別に。それ立証しないといけないわけよ。リリね、要は、証拠がないと。証拠なんて無理だよ。だってさ、携帯ね、もう一台契約とかさ、あとね、お母さんの携帯でも、友達の携帯でも別に<前>でか、課金していくらでも投げれるからね、そんなの。うん。うん 23時55分までランオフでね。え、ランオフにするとさ、その分反映されへんよな。その期間に。反映されないよ。反映されない、反映されないはず。うん。あの、もともと日韓に入ってない状態から1位に行くのがおもろいんだね。ひらメ。うん。うん。ランク外に行く。うん。いつの間にか。うん。いつの間にか。えそれやばいな。誰みたいな。もしてないのに。はぁっていうのがおもろい。いや、あるある。たまにあるよね、そういうことね。うん。 絶対、あ,まあの、日刊低いってやってるわい。日間狙ってる時になんか、そう、上がってくるよな、なんか、急に誰か知らん人が。じゃ今、俺、計算するわ。<誰>今日の利益で、その、何 M までやったら1位取れるか計算するわ。いや、ちょっとお前、今日の利益を<ー>お前、それに突っ込むなよ、うん、お前。全然えで、別に、どうでも。なるほどね。2M やからな。うん。だから、大体、まあ、あんま言ったらんう,うん。確かに、たく、たくみチャンネルがそれでやられたな。ギリギリに。 ポンって来てね。うん。そうやったな。うん。いや、だから、その、確かにレオさんも応援してくれたけど、あかんかったな。 まけど。レオさんけどさやったらっけど、えっんかったわいいい。いや、けど、まあ、うん、俺もそうだけど、やっぱ、レオさんに頼りすぎたらダメよ、あんまり。それな。まあ、レオさんもやっぱ、あくまでもスミカちゃんのリスナーさんだし、別に、俺らに、そう、<前>投げる義理はないからね。確かにね。ってかもう、むしろいっぱい、も,もう、もらいすぎてるぐらい、俺ら。確かにね。うん。だから、そうそう。レオさんをやっぱ、頭数に入れるのは、俺あんま良くないかな、と思う。クリスマスに1日にしてくださったら、なんでやったやろうな、って思うよね。<laughs> <laughs> うん、まあ、けど、それはけど、ほら、気分とかもあるんじゃない気分やんな。だから今日は気分じゃない。余裕、余裕、そう、そうそうそう。それは別にね。だって、かスミカちゃんのな、なななえっと、百連勝ので、もう、一区切りついてるもんな。うん。うん,うん。多分、俺、うんうん、俺が思うに、49レベから50に、上がるってなっちゃったんじゃないか、投げたら。今回。ああ、それもあるのかもしれないね、もしかしたらね。 やっぱ50レベルは、いや、けど、まあ、確かに、それは、可能性としては。やっぱ、スミカちゃんのところで50レベルは、っていうのもあるのかもしれないしね。まあ、ね、いろいろ。いや、もう少し俺が、スプリコーと一緒ぐらいのスコアで、50レベルギリギリいかんぐらいやったら、レオさん優しくて面白いからかい、ね。あ、はい、の,ギリギリの、ね、はい、プロソーさん、プロソーさん、プロソーさん、あの、ちょっと伝言があります。はい、あ、はい。えっと、画面にきがチハ、ちは、ちはちゃんとコラボしてて、プルソロゼメーミル って言ってたって <laughs>、まあ。あいつ1位取ったことないからな。<laughs> まああ、1位取ったことないやつに別<お>にね。<laughs> まあ、それで言うなら顔面に行け誕生日にあの、プリコとガチバトルして、俺が爆投げしたことによって負けてるからな。別にいいんじゃないしかもあいつ、あの、一生取り切らへん。顔にあの、傷だらけやからな、うん。その方がザマーるじゃないいや、うん、このバトルすごいな、ね。もうお前らにガチバトルしろよ、もう。 バチバチやなもう,もうお前ら二人でやったら本当にバチバチやでなってああいやもう何かな本当のガチバトルよこれが本当のガチバトルああだけどああまあ顔面にがやらなそうだけどね断りそうな気するけどまああいつフォロワーも少ねえしな面白くないしな、うん、顔もキーモイからないや,いやこれ同じ誕生日とかだったら最高やったのにな これおもろいよな。顔面にとプロソロとか同じ誕生日とかやったら、もう最高やん。ダディとシンシンケチよな。二人バトルしててお互いに来たで、うちではマジヤバない言い合ってて笑った。<laughs> うんやっぱり、でもどうなんやろう。ああ、いよいありがとう。けど、あれじゃシンシンには投げてないでしょ<え>別,に別にそんなプロソロ。ああ、シンシンには投げてないよ。うん。ああ、そうでしょ。うまあ、別<に>やっぱ1位、いや、いや プリンス声がやっぱ強すぎるんやんな。そ、そこだわ。強いね。強いね。勝ったのは間違いないから感謝はあるけどね。うーん。うん。ひなちゃんとかも投げてくれたし、もうん。強いようだって。うん。あいつが強すぎるのよね。強すぎるね。うん。もう、何回一取ってんのもう ?50 何回とかでしょすごいよね。2>, 2位までいけたのが、まあすごいと思う。解釈して。うん。うーん、まあね。 いや、ほんま、最後、地投げしたかったな。レオさんに事前に聞いとけばええか。これから。てか、レオさんのレオさんに、<や>誰の応援も借りずに行くのがいいや。2M すごいよ。トロミありがとう。いや、けどトロミ1位取った時もすごかったよな。いや、それは応援は借りていいんだけど、そうそうそう。まあ、レオさんは、まあ、スミカちゃんのリスナーさんだから。うん。やっぱそこにね、頼るのは良くないよ。俺、俺も含めて、ね。そうだね。それはいや、今日めっちゃ勉強になったわ。いろいろ。 その今までのお金の使い方とかね。その信頼すべきこと,とか。えー、<coughs> うん。うん、あ、またなんか顔面に行ごちゃごちゃ出てる。ね<ー><え>あ、そうですみません。はい。顔面に行くから伝言です。え、うん、プロフロー相手にしても、地投げで2位になるのやつ、価値がね。あ,あ、そう。 まあ、日本一何も撮ってない男に言われても何も。ちょっと待って、あの、俺を返して、しかも俺さえもコラボしてないのにさ、俺がね、隣にいるとかって、あ、顔面にきて、お前、笑ってこいや、TikTok に。あ、インスタとかで、あ、はい、顔面にきさんの素晴らしい動画を皆さんにお見せします。顔面にきさんの素晴らしい動画、みんな見たいですよね。わかりますよ。顔面にきさんの素晴らしい動画、今からお見せしますよ。そうですよね。見たいですよね。わかりました。顔面にさん また会いたいでしょ行きます。私の顔が止まりました。もう一回行きましょう。また会いたいんでしょうん。で、えっと、顔面に人は一回も会いたく<笑><笑>ねえねえねえどんな気持ちいいねえ顔面くんはい。このことの経緯をお話ししましょう。え、顔面にきくんと、えー、そして、えっ、ー、と、麦ちゃん、ね、います。 顔面にきくんが、えー、麦ちゃんにインスタで、ねえねえ、会おうよ、会いたいよ、タイプだよ、好きだよって送り続けてて、で、僕が麦ちゃんと実際に東京で会った時に、マジヒーいイんやけど、顔面にき、絶対会いたくないんだけど、少すぎるって言うてはって困ってありました。だから僕はですね、あ、その DM さらしたいからさ、スクショちょうだいって言うて、言うときました。いや、でもそれはって言うてたんで、あえて配信で言ってあげました。どんまい、顔面も、 ほんまにやばい感じで、女の子にも嫌われまくって、いいとこないな、お前。お疲れ。俺はフラッシュアウトデスク力よりも早いフラッシュアップができる。そして日課ランキーも1位取ったことある。しかも、1、2、3、全部コンプリートした。今日でありがとうございました。まあ、はい。画面に行くお前の負けお疲れ。はい。ブレインキングダウンもな、出れてないな。うんうんうん。YouTube の再生数も低いな。お前 YouTube チャンネル登録者何、何人やったかね。一1万人もおらんな。俺5万人以上おるわ。ありがとう。うん。何一つも、あのー、負けてる要素がないわ。うん。喋っとけ、ずっとそこで。うん ティックトックに上がって俺と普通にコートでバトルするよ。<俺 S 1> 逃げんな、お前、4個の時。しょうもね逃げ腰が。顔面傷だらけ男。はっ。寝とけよ、お前。やっぱ、うん、止まない。プリコー強くて好きだけど、プロソロの頑張りからプロ、じ <laughs> ゃあ、俺ね、俺、やっぱり、その、可愛い女の子に嫌われる人生を歩みたいか、可愛い女の子に好かれる人生を歩みたいかって言われたら、俺、可愛い女の子に好かれる人生を歩みたいね。 でも、嫌われてんね顔面は。うん。だから、お前、ほんまかわいそうな人間やな。ノッコンテレさんともお会いしたのよ。こないだね。社長ファイトクラブで<ー>、うん。で、俺言ったのよ。俺、あの、顔面に気嫌すぎて全部ブロッコリーしてます。ほ <laughs> <前> <laughs>、ね、んなら、ノッコンさんは、な、大人やからちゃんと、あの、言うてくれてたよ。まあ、あいつ、ちょっとやっぱ、人選んで喋っちゃってるからな、みたいな,な。うん、あ<ー>だから、その人によってね、コロコロ態度変えるやつっていうのは耐性しない。 うんえ、BA n にやるかもしれないから口に気をつけてください。わかった。そしたら、あの、顔面にきのところ、あの、サブアカで行って、あの、2&P しまくればいいから。いや、するなよ。するなよ。やられたらやり返す。いや、うん、お前の いや、ガチバトルした方がいいよ。絶対にやっがいい。あ、すごい。えー、ソう、ポンが素晴らしい一言を言ってくる。えー、普通に、チューブの地域リーグのランキング負けてるし、はい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 、見ますね、見ますね、見ますね。はい、見ますね。はい。チューブの、えー、決勝の皆さん、あの、ランキング見てください。1位はプロソロで、えー、なんとなんと、えー、顔面に気づくんが、えー、なんと4位ということで、私の差が、えー、1.6歳 4M。ねえ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 、どんな気持ちいいねえ、ね、ガンベンくん。俺と 1.6M の差が開いてるけど、どんな気持ちいいねえ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 、君は他人のふんどしで、 しかマウントが取れないね、負け犬ってことかな、ありがとうございます。今、そっちからい,い <laughs> <laughs> コメントでしかな、威張れない。俺とティックトックで対等にも喋れない。<laughs> なあ。顔面傷だらけ。<laughs> 大丈夫。二人がガチバトルしちゃって、<laughs> 俺がね。いや。ね、ううまず、俺が。ちんってしても、いあいつ喋られへんねん。ビビって。っていい中卒か高卒か知らんけど。 うん。1M いってなくてさ。関係ないよ、別に。はい、そうぽん、あの、そうぽんフォローしといた。<laughs> うん。そう、そうぽんフォローや。うん、そうぽん。<laughs> よう言った。うん、まあ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 。まあ元気出して。えっと、俺元気出てきた。俺顔面にきのことをめちゃくちゃピーやからさ。うん。うん。まあ、顔面みんなに嫌われとるよね。うんうんうん。どん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 まい <laughs>。顔面どんまい。お前はマジでほんまにやばすぎー。お、わ、こん。地投げで勝てるわ。いや、俺もいじっとるやんけ、お前。 そうぼ、俺のこともいじっとるやない俺のことも顔面のこともいじっとるやないか、おもろいだそうぼ。プロソフさんの足元にも及ぶだね。そうやんな、つ、そうやんな。まあ、いろいろあるよね。まあまあまあ、俺はまあ別にあるやけど。うん。え、じゃあ、そう、顔面に来のこと好きな、プリン将軍は。別にどっち、どっちでもないよ。どっちでもないということは好きじゃないってことやな。別に、まあ別に害ないし、俺に。じゃあ、顔面に来と、人、飯行きたい。 クロージハードいや、それはけどプロソロと飯行きたいけどな。なんでだいや、それはもうおもろいから、普通に。それは。え、普通に嬉しいんや。俺泣いてええか。あげとるやないか。いや、お前、お前、どんだけメンタル来てるんだよ、お前。飯一緒に行きたいっていうだけで泣くなんて、お前。やばいぞ、お前。どう、どうした大丈夫か、お前。いや、大丈夫、大丈夫だよ。いや、あの、いや、今日はほんまに勉強になったわ。俺、学習するから、マジで。うん。 きれいさ、それ、ほに言ってるおい、とろみ、泣こちゃうねん。うう先生がすべて買ったよね。その辺にしといたら。<laughs> ミニオン。あれ、ごめん、フォロー外れてたごめんな、友達に,にしといたね。またね。すみか、ちゃんも顔面にきに何か言われたって。あ、そうや、すみかちゃんも顔面のこと嫌ってるから、え、顔面に気きが1位目指し、すみかちゃんか俺が配信して、レオさんが爆投げして、結局、あの、1位取れません。お疲れ。<laughs> はい、オワコン。はい、えミミハドン。顔面ニキビはすごいとに、顔面ニキ,ニキビじゃない。ニキビじゃない、ニキビじゃない。ニキビではないです。えー、ニまあ、ニキビも多分相当あるかもしれませんが、えー、プロストさんの方が面白いし、えー、すごいとありがとう。うん。<laughs> 顔面ニキビ、女の子みんなに声かけてくるやば。あれか。もうなんか、こうやって竿で引っかかったやつを、まあなんかその、ね、うわ、やっぱ、誰でもいいや。女の子と。いやいや、今日黒。 クロールさんに連絡してるかな <laughs> クロールさんにクロールさんに言わな顔面 <laughs> 俺、そしたらご祝儀ちゃんと10万円あげるし、お前のことを。10万高万高いなぁ。<あ>顔面ニキビは、ほんまにやばいって。<laughs> <laughs> おい、これから顔面ニキビって言っちゃうって。<laughs> 顔面ニキビは、ははあの、三日守にコブ売ってる、うん。ほんまさ、やっぱりさ、あ,<ー>あの、虎の胃を狩るキツネなんだよ、結局。うん。 ニキビにはくれはない。いや,いや <laughs> すいません、おもろおもろい。おるおもろい、もろ返した。ニキビはよくない。まあ、けど本当に、プリコに言われるんやったらわかるねペロソロ、1位取れんかったな。ドンマやったら、うわっ。まあ1位に慣れてるからすごいなってなるけど、1位も取ったことない顔面傷だらけの顔面ニキビさんに言われてもさ。なんも思わへんわ、お前 <laughs>。 おもろすぎて、けど笑ったら自分まで共犯になるからこらえてんな、おい。いやいや、そんなことないよ、ちょっと。そう、つけよう。下が気になるんだよ、いろいろ。うん。下が気になるって、なんか、え、女の子とこますまん、俺が責任取るよ。いやいや、してもらってないよ。全然してもらってないよ。もうニキビ顔面ニキビってこれから言うえ、顔面ニキビっていう言葉と、あと、ダディっていうやつは、もう、絶対、もう廃止に、あの、行かないようにしましょう。危ないです。怖いですよ。 タディさんが、お返し来なかったの、うん、マジでつぼだよ。うん、やばいよな。<laughs> ニキビガックスのタディ。プロソロ、プロソロやんちゃやなーっつって、うん、お返しするわーって。こ <laughs> ないれ、マジおもろいわ。<な> <laughs> 詐欺やからな言って。返させてもらいますって、返させてもらいますーって言って、こない。詐欺やからな言ってることな。<laughs> 被害者だよ、俺は。<laughs> こな こないで配信してるってマジでそう思ったらさ、<laughs> 俺お金とか請求するんさ、ブロッコリーだけで、なんか、その、処理をしてあげるって優しくない俺逆に。<laughs> うん、ソロそろばんにになろう。それはまあね、まあ、それ俺ちょっとブレイキングなんですけどね。なんてはいおるさはい、帰ってくる保証はないから、ギフトに関しては。そやね。確かに見返りは求めなくていいんだけど、俺、うん、あれや。 んいや、とろみ抗議可愛かわいいな。おー。いや、だから、もうあれ俺は、もうあの、帰ってこなくていいギフトしか投げないよ。だから。天才やっぱ、俺も、プリン将軍と同じお金の使い方というかするわ。いや、だから、俺は、この人にこれを投げるって時に、投げました。で、その人が、もう、次の日配信もうやめたとして、TikTok も一切やめちゃってもう、もう、見にも来ないし、投げでも来ない。けど、それでも投げるかっていう時にしか投げない、俺は。もう、それぐらい。 もう。そっか、割り切ってんねやなもう全く。もう全く帰ってこなくても、俺はこの人に投げるって人しか俺投げないから。かっこええな。そう。いや、もう全然そう。いや、これからもやっぱ。自分的になんかしてもらった人に返してるのがほとんどだよね。やっぱそうなると。そうだよね。自分から。自分からはい。自分からいけないのは、それそれでちょっとな、ストレスやよな。まあ、こけど、それも我慢するっていうのも大事やな。うーん、まあけどやっぱね、仕事としてもやってるからね。あね。どうしても。 そっか、仕事なんかもね。会社の、会、や、だってこれ、会社のお金だもん、俺、だってこれ。会社のお金になっちゃうから。俺ら、これ、t i k t o クライブって仕事でやってるんやったな。仕事か、これ。フォフギフトいただいてるってことは、これ仕事になるんやな。もう仕事やと思ってなかったわ。もう、みんなと楽しい時間を過ごしたいと思ってたと。そう。まあけど、まあ、半分仕事、半分趣味みたいな感じだけどそうだね。うん。将軍ユニバクレたとろみちゃんの誕生日にうん。 そうなのいや、それはけど、いや、もうそれはもうけど、とろみちゃんにもお世話になってるからね。とろみは可愛いからね。うん。えー、ダリーって人はさうやな。は地投げやすみかちゃんに認められてるしな。画面たちが。すい、認められんよ。<laughs> ちょっと、しかもお前、もう地投げって呼ばれてるじゃん、名前。<laughs> もう地投げにき、または、地投げにきって、地投げにき覚えてもらわなあかんのかもな。もう <laughs> 地投げ、うん。もうお前、もう地、プロ地投げプレイヤーじゃねえかよ。<laughs> <laughs> あれやで、ね、ちはちゃんにもな、言われてんねあの、地投げサミットはよって。うん。<laughs> <いや S 1> あれや、あの、バトルサミットあったやん。<laughs> うん。な<あ>、地投げサミット。今,今度から先に投げてもらってから投げ返したら。<う>そうやな、そうしよう。うん、プリコーさん強いのはわかるけど、前回プロソーさんのバトルを引き伸ばしてから味方変わったえ、うん、地投げ将軍って言われるキヨンさん、確かにそうかも。うん、俺も地投げ全然してないよ。うん。 でもお前けどたまに1000コインぐらい自投げして俺に負けたことあるけどな。あららら。あれめっちゃおもろかったわ。めっちゃおもろかった、お前。泣き出しの1000コインを投げて。泣き出しの1 0 0もう調子悪すぎて、悔しすぎて1000コイン投げて、なんか俺のリスナーにバーンやられて、負けてな、めっちゃおバーンってやられて。ゼオさん来た時引きな、朝やな。悔しいな。なぁ。いや、ポケモンガも全然ないよ、なんで、なんでいや、いや、サブカないよ、全然俺コイン だから基本サブアカで見てるもん、人の配信は。そや<う>な。<う>お前気づいたら俺の配信見てない見てる見てる。結構見てる。な、なんで俺の配信見てんのいや、あのーラ、ラジオ感覚にしてる。なんか、みんな言うけど、俺の配信なんかラジオ感覚でずっと聞けるって言うてくれてんだけど、なんでなんだう,あそう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 。声か,なからなんか。うーん、なんかね、聞けるね。聞き心地がいい。無理なわか。 そう、無理な枠は無理よ。無理な枠はもう、ああ、あーあー、っつってす、ぐもう行っちゃうけど。ああプロソロの配信は、なんかラ,、うん、ラジオでいいかも。ええー、嬉しいね、本当に。プリコーとプロソロ、プロ同士、同盟くね、顔面激やいや、組むまでもなくプリコーが激やしてくれるって、そんな。え、2位やったよ、かなり。いや、<ー> 2>, 2位、元芸人やから、超えちゃうなあ、ありがとう。いやー、ちゃんフォローありがとうございます。じゃあ<ー>もう、プリンちょっとあの、もう1時でもう絶対切ろう。もう1時までには絶対。ああ、俺も1時で切るわ。 うん。愛知に着るんやね。いや<あ>、うん、あ、ここで宣伝しようよ。うん、せっかく、あの、見てくださってる方々多いから、今ね。そうやな。いや、本当、うん、そうやったな。ちょっと、ね。えー、え。っと、っとっとっ11月の,の18日ですね。 えっと、18日。はい、大阪で、えっと、プリン将軍と僕のオフ会が開催されますんで。はい、オフ会、はい。はい。えー、実際にね、あの、僕たちが、ままあの、二人でこんな風に目の前でね、バトルしてる姿が見れたりですとか、まあ、投げる投げへんは自由なんですけど、あとはビンゴ大会もさせていただいたり、あとは社会人ですけど何かっていうね、あの、リーさん。TikTok のね、ねアカウント持ってある。はい、え、何百万人おるの ?200 万人ぐらいいらっしゃるのリーさん。 リーさんどんぐらいだ ?100 万人ぐらいなのかな ?100 万人ぐらい、あの、フォロワーがいらっしゃるリーさんが営むね、バーがあるんですけど、そこでまあ二次会もしますんで、よかったらね。二次会がね。はい。えっと、参加費5000円してください。はい。え、次会は5000円で二次会は2時間で4000円飲み放題とかだから、もっと万円あればもう、1万円あれば全然両方来れる。そうですね。1万円でまあ、プリン将軍に会えると。え、今回は、えっと、ね、見えると思うんですけども、 この近づいていくと、こ、の顔見えますかこれ。ぼーくありがとう。これ、あの、横地さんは来ないです。はい。横地が。はい。だもし横地が来ることになったら、ここが濃ゆくなります。ん濃ゆくなります横地が。こ、こあの、今薄いでしょう横地。薄いじゃん。<laughs> これが,ここが濃ゆくなって。へへ 50%ぐらいの確率とかになってきたらちょっとずつ濃くなってくるから、あそこが。うん、<laughs> リーさんは来るというよりかは、リーさんが営むバーにみんなで行って、そこで二次会をする。そう。赤根ちゃんは来てくれた。あいつは、<う>なんだかんだええやつってことが分かったけど、ダディはもう、あいつはもうほんまに自分のことしか考えへん。んん自己中の、ね、低変っていうことが分かったので、二度とコラボしないと、にブロッコリーです。 女の子に、女の子には投げるのにね。うん。前をこうしたい。えいやだって、<え><え>ユニバー、ユニバー6発ももらったら、ユタシ、今、ライオンどうしたんや。何、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 なにいや、ユタシ、ライオンめっちゃ投げてくれてるけど、どうしたんや。ええよ、ええー、よユユ、ユタシ。ユタシのライオン止まらんやけど。うん、<や>え、そんなライオン来てんの マジでゆたし寝てたんかなあ。寝てた、寝てたんじゃないよそれ。寝てたんか、うんうん、寝てたんかゆたし <laughs> ゆたし、急にどうしたんや、んやお前。寝てたんか <laughs> すまん、寝てたわ。よ <laughs> し<日>、じゃ <laughs> 俺もガチバトル終わった後に寝てたわって言って、<日>ゆたしの応援行くな。総理、髭総理、黙れなん <laughs> やねんお前、来てくれんのかい 来てくれた方がいもちなみに寝てたの、うん、ああ、みんな寝てる中ごめんね。ほんとに、ほんとにごめん。もうゆたしも、あすかちゃんもみんな来てくれてありがとう。うん。小田さん、きらーン。ほんとに嬉しかった。うん。2位という結果で終わっちまったのはごめんなんだけど、ほんとに来てくれてありがとう。うん、<laughs> ゆたしが今ライオン3匹投げてくれたんやけど、ええー、よゆたしマジで。ごめんな。うん、本当に。うん。今13位やな。<laughs> ゆたしあの、プロソロや,やんでたよ。やんでたよ。<laughs> 病んでたぞいやいやねえあ,あのユタしちょっと優しすぎて泣いてまう<あ>えってユたし大丈夫やってごめんごめんあとあのダ、ー、ダディがお返しに来ませんでした皆さんああダディはもう二度と絡まへんマジで <laughs> お返しにユニバ6発もらっててお返しに来ませんでした、うん、二度と絡まへん絶対にいい感じでいった <laughs> や<ら> <laughs> 伝統順位だったうやったら <laughs> え朝までやれば大丈夫。えー、電動位になったおいや、じゃあもうプロソロ頑張った方がいい。今日、今日1位目指して頑張る。なんで今日1位目指すん、ね、よ、お前。<laughs> お前頑張れよ、この後。<laughs> 伝統10位、ユタジありがとうちょっと <laughs>、伝統順位、すごい、ちょっとスクショする。 なスタートダッシュ切らせてもらったやつ頑張ろうな。スタートダッシュ切らせてもらったんか。ありがとう、ゆたしこれは寝れなくなりましたね。また寝れへんくなるやん、俺。健康を害する。何て言の、この後。何て?頑張ってくださいよ、この後。この後て頑張ってくださいよ。いやなんて頑張ってくださいよ。今日、日韓か、じゃないお今日日韓1位かやばい誕生日か、今日。プロソロおめでとう、誕生日。 今日誕生日じゃないです。今日誕生日じゃない。昨日僕誕生日でして、あの、日韓一応あの2位いただきまして、これであの1位、2位、3位取らせていただきました。あの、ユタ氏は日韓1位を2回取って、まあかっこいいですけど、3位も取ったことあると思うんですけど、ユタ氏は2位を取ったことがなくて、僕は1位、2位、3位取ったことあるんで僕の勝ちです。これでもう今日ね、終わり際に顔面に行とガチバトル今度はもう1位よ。もう1位よ。誕生日やめると、いや、カメちゃん遅いねマジで。 誕生日過ぎてるカメちゃん今カメちゃん今な、カメちゃん今か。もうこんなさ、みんなさ、あの、アキさんもそうなんやけど、誕生日の前に、あの、ピカチュウのめっちゃ可愛いアイスケーキ送ってくださったりとか、ね誕生日終わった後に、ごめん遅刻した、ライオンや、とかさ。<laughs> どうなってんのみんな。<laughs> まあもう、ええやみんなお祝いはしてるんだからさ。ありがとう、はごめん。 寝てた人はお祝いする気持ちあるんだから。いいう感動して泣いちゃったじゃんか。<う>ありがとう、ゆたし。無理すんなよ。<ー>うん、俺もあの、多分えっと、8月27日の、えー、夕方5時から行われる、えー、ゆたし vs、俺がブロッコリーしたばっかりのなぎねっていう女がいるんやけど、えー、あの、そいつらがガチバトルするらしいやけど、多分あの、俺5時ぐらい寝てると思うから、あの、行けたら行くわ。 ねえ、どんな気持ちえなぎねえさ,さんってど、どんな人だったっけえ馬みたいな顔してる。お前、そんなこと言うなよ。馬ぴょい、馬ぴょい。馬娘やオッケー。いや、言えたしいや、言えたしオッケー。じゃあ、言えたし悪気,気がなかったから。<ー>大丈夫だよ、大丈夫。ブロックしたんだ、のこの人。ええー。100キーぐらい。何系投げてるうわ、120系も投げてる。やば。誕生日今日でもいいんじゃないよ俺も,もう今日。今日、今日やれば誕生日。今日に <laughs> <laughs> また誕生日じゃない日に1位とかやばいって。なんでブロッコリーしたのいやなんか急におもんない言われたからさ。ユタ氏はおもろいんやけど、プロソロおもんないねんって言われてさ。えいや、ええー、やんや、別に、ね。ね、NSC 行ってたのになって。で、NSC に入って一番最初に言われた一言が、おもんないっていう言葉を言ってしまうと、それで笑いは生まれなくなるから、それだけは絶対言ったらあかんでって。NSC の先生に教わったんやけど、馬娘がいいよったから、 はってなって。あれだけど、しょう、しょうがないじゃん。あの人は芸人じゃないんだから。まあ、顔もろいけどな、馬みたいで。<laughs> <ん> <laughs> おい、マイケルさん、笑いこないとき、下振いて笑えよ。<laughs> いやい、違、え、う、え、ご,ごめん、ちょっと、ごめん、寝、そうになってた嘘つけき笑っちゃったな、おい,おい,い,やいや。笑ってないよ。笑っちゃったなぁ。笑ってねえよ。でで。でプリン、アウト。パン。アウトじゃねえそう、一個、そう、一個、社長。<laughs> もともと前世が馬 競馬で、競馬で屠殺されちゃって生まれ変わったらあなったんかな、二人ともね。ただの、<laughs> いやー、もう、いや、けど勉強になったな。本当に、もう、亡くなってもいいや、もう見返りなんてほんまに求めない。今投げたいんや、ガチで応援したいやっていう気持ちを大切にする。 まあ、それよ。うん、もう、俺はもう本当そう。もう、それにしかない。もう、それ,れもいいや。うっていうものしか投げないから、うん、俺は。う昔から、うん。そうやな。もう、絶対そう。いや、い、うん。さっきまで、もう、ゆたし、行かんとこって言っちゃってた自分が情けないわ。こうやって、な <laughs>、来てくれてさ、うん、それで、態度ひょろって変わっちゃう自分が嫌だわ。てか、めっちゃ見てるんやけど、今49、494人。あれか、ゆたしが上げてくれたからか、う日課。 <laughs> それもあるんじゃないのうん。<laughs> 泣いちゃうわ。今日、なんか人として成長できた気がするわ。<laughs> やばい。それはそうだよ、そうやんな、とろみ。うん、いやー。あ、そう、カーツさん。そう、再,再生数だけはね。あれ、一億再生ぐらいそう。あ零0.01円やったっけ GT さんいやーけどね、あれ1分以上の動画なんで俺ないのよ、1>, 1分以上の動画。えー、GT さん、ダイナミックミュージック、ありがとう、GT さんえ、ちょっと待って、今、ね、え、え、ちょっと待って、日韓6位なの今。やっばプロソロ6位なのあ <laughs> まあまあ、今、ちょっと7位に下がったけど、そんなんどうでもええ。いや、やばいよい。やばいよ、初速やばいよ。えー、今日、今日頑張りないよ、昨日。エンコインの宝箱ね。赤目ちゃん、また置いてくれたのありがとう。 今日頑張りなよ。いや、それがさ、23時に起きたんやけど、まだ早いな、思ってたら今起きた。<laughs> え、GT さんあい、クーパー、かわいい、あい。ありがとう。いや、まあ、ね、二度寝しちゃったらね、確かにね、寝過ごした、うん、寝過ごしちゃいますよね。なあ、もう、もう、ゆたしはもう配信めっちゃ頑張ってるからな、本当に。毎日毎日頑張ってるから、そりゃさ、寝過ごしちゃうこともあるよね。うんう 大丈夫です。本当に大丈夫。ごめんね、逆に。しょうがないよ。うん、レオさんもな、多分やけど、ギフレベ50になりそうやったから、投げる。ええよ、ええよ。ええよ、言うなよ。こんなに投げるだって言うたし。やっぱライオン投げとんのいや、壁ちゃん、マジカルキャット。にゃーちゃって。 にゃーみんな、ええよ、ええよ、いい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 、大丈夫よ大丈夫だよ、ありがとう、ほんまに。もう、もう、泣いちゃうから、もう、おまけ。かわいいな。いや、おまけて、タプラー、おいよ、おまけで、スケショしとこ、ありがとう。うーん、もう、やばい。もう、なんか、感情が揺さぶられる日だったな。うん。まあけど、よかったじゃんね。まあ、みんな、来てくれた人もいっぱいいるんだから。 そうやないやいや。そうやろ。だから。だから来てくれた人大事にして、もう、う,うん、もう、ね。来てくれた人を大事にして、最後地投げで1位絶対取るわ。うん。<あ>だからそれが違うんだけどそれが一番いいわ。まあ、いいか。まあいいよ、それでも。もういいやん、それで。うん。それが君の正解だ、だって。それが正解なんだもん。うん。 だってさ、まず、倫理の授業があったとして、はい、ガチビの人がいます。えー、プリコーが配信します。はい、ガチビの人がプリコーに負けます。はい、じゃあ、えー、プリコーが悪いのか、ガチビのやつが悪いのかって言ったら、プリコーの方が悪くなっちゃうよね。うん。それは、そう、そうじゃないよ、別に。勝負の先生だから。そう。ほう。空気読めやとは思わない。ああ、そう。いや、そこは思わないね。へえ<ー>。 そう、だから勝負の世界じゃん空気読むともも勝負の世界やろ。だから勝負の世界は勝てば正義やろ。うん。うん、だから、最後足りひんもあの、ルールの範囲でな。いや、ルールの範囲でな。お前、地投げしたらあかんっていうルールないやんな。で、<や>俺何回もやったことあるけどさ。<や>何回もやったことあるけどさ。一<や>回も,も BA されたことないけど。違反の理由に地投げなんて書かれたことないけど。なんなら納税だと思ってるから、ね、TikTok に。<laughs> いや、もう、ま、TikTok もな、<laughs> そこら辺はそうだよな。金入ればいいって感じだからな。 <laughs> そうだよな、うん、確かにな、<laughs> TikTok からしたらね、嫌なこと一つもねえもんな、うん、足りない分は自分で売れる、ね、そう、そう、ぽんそう、ぽんの、自分で稼いだギフトプラスね、課金してくれるわけだからな、TikTok からしたら、こんなおいしい話ねえよな、そうだよ、プロソロが全て正しい、ははは、ケンタラありがとう、いや、ほんま最後、地投げしときゃ、こ、こべた。 ティックトック本当に、たま、どうにかしてほしい、最近。いや、それな、バグが多すぎるよね、トロミちゃんね。気を悪う。バグめっちゃ多い、最近。確かに。それはそう、勝てば正義、そうやな。だからもう、勝つために、やっぱ、手段を選んじゃってたから、あかんかったって、やっぱ、反省する。ちなみにはね。俺は、今後、ガチで1位狙いに行くときに、23時え50分に、えっと、ガチバトル。うん。 あ23時50分までにガチバトルを絶対終えて、その後サブスク限定配信して、えー、23時59分、えー、50秒からユニバー100発投げて1位取るわ、これから、うん、<laughs> ユ,ニバユニバー100発っていくらユニバー100発は3万 5000×100 で 3.5M だから、えー、574万9800円、600万あんあ、いけるな、ああ、そう いや、いけないろいけるかうん。いけるな。それ、それでだって帰ってくるの300万も帰ってこないでしょ ?200 万ぐらいじゃないのえっと、今俺なんて言ったっけユニバース、えっと、100個って言ったよね。570万。うん。五百まあまあ、えっと、70万に対して、えっと、3 0三 3.5M やから、えっと、まあ、トータルで言うと330万は帰ってくる。うん。うん。 そう330万返ってくる。ユニバーを自分に100個地投げしたら330万返ってくる。あくるうんあ。そうなんだ。ね、うん。だから、結局、うん。いや、まあ、それでも損してるけど、だいぶ。うん、570万円分課金して、あ、570万円課金して、245万返ってくるから、 かかるコストが330万か。かかるコストが330万。そうだよねそうだよねそうそう、ごめん。いや、もう、プロソロ、もロレックス買えるって。いや、ロレックスはどうでもいらん。そんな計算どうでもいいね。はははは、10秒で100タップできる。いええ、真面目だ。いや、それ、連打機使ったんじゃないですか。うな、こべたんな。うん。うん、あの。10分あれば100発、百発投げれると思うよ、普通に。10分え ?10 分で100発でしょ全然投げれるよね。いや、 連絡機いらいらなくなく今10分じゃなくて俺10秒って言っちゃったけど30秒ぐらいいるなあ10秒あ30秒ぐらい,いるな30秒,30秒イベントない日を選んでね嫌だあのイベントある日をあえて選んで1位ガチで狙ってるやつを全員ちょっとあのいやかわいいっい,いやけどそれはいやそれはけど自分の首絞めてるぞいや知らんいや,知らんいやお前<う>それだってきついぜよだってもうねえ 他のね、リスナーさんたちもいるわけだぜ。他の投げてる。俺のところも他のリスナーさんがめっちゃ頑張ってくれたけど、リプリコが誕生日じゃないのに1位取って、勝負の世界やから、勝てば正義やから何も文句言われへんから、俺が1位取っても文句言われへんし、じゃあ1位取れってから。いや、いや、けど、あの、プロソロ、取れないことがあるよ。だって。何が1位を取れない可能、取れない可能性もあるじゃん。だって。イベントね。うん、そんだけやっても。はい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 。 それが一番やばくないそんだけやって取れない方がやばくないああ、確かにリスクって、ね。リスクってことね、言ってるのね。リスクはかなり、<ー>相当リスクあるぞ、だって。けどさ、リスクがか高いということはさ、それが成功した時の、それが成功した時に得られる幸福と、<ー>いろんな、その、プラスの要素が大きいわけやろ。最高やマジで。そう、そうだけど10、10円目とか言ったらどうすんの ?10 円目とか言ってたら。 だから 10M、んそれ以降がああ、じゃあ 10M で1位です。残り10分です。どうすんのさすがにイベントの時は差し控えるかあや、いや、無理や。<laughs> そうね。<laughs> イベントの時はやっぱそう、うん、みんながガチガチに固まっちゃうから。だからその、お得に1位取るのがいいよね。うん。そろばの大会でもあんのよ。なんか、全日本という大会とグランプリという大会があって、 全日本はガチガチなの。で、グランプリはちょっとまあ、緩いのよ。うん。そうね。グランプリ日本一2回取ってんのね。うん。そんな感じで、まあ、緩いところで、日韓もそんなに、うわ、今日の1位、1.5M ぐらいでいけるや、の時にかましたろうと思う。絶対かましたよ。もあるよね、たまに、たまにね。そういう日たまにめっちゃしょうもないランキング。 しょうもないスコアのことあるから。今日だったら、今日だったらワンチャンいけたのになって日あるよな。ある。お、俺のこと枠でぐちぐち言うてたやつおるわ。はいええ俺か。誰え、中橋、言うだし、何え俺はい、ちょっと気分で。 ね、低い時に、確かにね、こべた。うん。ああ<ー>、そもう、俺の時はプリコさん休んでほしい。もう休んでほしいな、9月30日。えっと、ユタシが、あの、1位取った時に、ユタシの枠で、ぐちぐち、いや、なんでユタシ1位やねんって言うてきたってことね。わかるわかる。あ、そうなのええ。へいや、俺もそれ面白いからやってみていいな。今230人も見てくれてるからさ、俺が逆に、そうやって普通に、うん、え、地投げで1位取りましたけど、うん、ありがとうございます。 いや、地投げで1位とかマジあり得ない。あ、はい、ブロッコリーメイド。あ、あい、はい、はい、ってって。あ <laughs>、バイバイっ,って走っあたらめっちゃおもろい。<laughs> ヘイトめっちゃ溜まりまくって、同説増えまくって、同説増えたら、うわ、盛り上がってんなって思って、なんか、うん、投げ師の方が、ドーって投げるからもう、<そ>最高やも,もうそれでいいわ。そう。めちゃくちゃおもろいな、そう。うん。同増やしておもろなったら勝ちやからな。うん。 いや、面白いなもうやっぱ人が思いつかんことをやっぱやってかなあかんって、ちゃんとやっぱ分かったから、俺。うん、人がやっぱやらんこと。絶対やらんけどね、はい、思いついても。うん、思いついてもやらんからこそ、やって得られるメリット大きいよね。うん。うんまあ、まあ、人それぞれね、いろんな考え方がね、あ,ありますんでね。はい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 。いや、最後ほんま、まあ、地投げしたらワンチャンあったな,な 400件も投げれた、うん、だって400件なんてさ、65万7120円でしょうん。あ、そんなもんだっけそうだよ。うん。あ意外、意外といけるな。意外といけるやろ。そ,そう。それで65万7120円に対して、まあ、返ってくるのをいろいろ考慮すると、だいたい40万円あれば、 40万円の出金。40万円のコストで1位が取れたってこと。あ<ー>あ、それはけど、俺逆の立場だったら、うん、確かに気持ちはわかるわ。40万使って1位取れる。40万使って1位に, 1> 1位にね、あの、1位になりましたって言えるやったら使うやろ。投資みたいなんで。いや、いや、取りたいよ。だったら、その40万は払いたいけど、けどしないけどね。なんかそれやっちゃうと俺の中で1位じゃなくなっちゃうから。うん、ああ、なんかちょっとまあ、<ら>ずるしてというかさ。 それは俺の考え方だ。美学に反するんや。そうそう,そうそう。俺、美学とかどうでもよくて、1位取れたら何でもいいと思ってるから。それでなんか、俺い、ね、1位になっちゃったら、去年取った1位もなんかそうなんじゃないかとか言われたりとか、なんか,なんか、ああ、疑いの目なだけなんそう、なんか下がっちゃいそうだから、うん、うん、だからもうしたくないなとは思う。なるほどね。まあな、投げても1000個いんやな。<laughs> なるほどね。おもろかった。うん、あと、スペシャル、スペシャルのバラとかやな。ああ,<ー>あ,あ、まあ、スペシャルのバラね。 まあ、それぐらいはちょっと、めちゃくちゃ可愛い。失礼しますって感じだけど。うん。かいう。失礼します。てか、え、ユタ氏がさっき、え、ユタ氏が投げてくれた分がげたら、より日韓があれか、上がってた可能性がある。これけど、ユタ氏とカメちゃん間に合ってたら、これワンチャンあったかもな、これ。ユタ氏とカメちゃん間に合ってたら、ワンチャンあったかもね、一位ね。あった。 ただなぁ、ちょっとやっぱその、レオさんに期待を寄せすぎてしまった俺があかんかったの。それは良くない。それは良くない。も俺もなレオさんやったら、ね、やっぱ何とかしてくれるって思っちゃってたのが良くなかったな。うん。<laughs> それはね、良くない。ソリン将軍ところで遊び出すとは思わんかったわ。それも、予想外で逆におもろかった。だってクリスマスも1位取れると思わなかったから。うん。うん そうそう、よし、バラね、よくと。うーああ、そう,そうそう、ドンペリ将軍さんのところはね、誘われたんだけどね、ちょっと今日はガチバトルもあったし、俺、今日ね、もうめっちゃ外出てて、そう、さっき帰ってきたんよ。ごめんな、忙しい。なんか、な,かなんか、プリン将軍がライブっていやいや、いやいや<の>夜は大丈夫、全然。夜は大丈夫。ああ、そういうこと、ありがとう。そうそう。いや、ドンペリ将軍さんがほら、一日店長やってるから、んなんか横地とか、結構配信者もみんな行ってて、うん。うん そう,そうそうそう。そうけどまあ、俺はね、あの、いつもね、飲んでもらう。ら誕生日だったらね、ドンペリ・将軍さんが誕生日とかってまたちょっと話違ったかもしれんけど。うん。うん、一日店長でしょ、だって。うん、なるほどね。うん。すまんね。どうすんの、プロソロは。いやいや何が<だ>、ね、あ、今日の配信か。う,うんおう。え、朝まで <laughs> ?1 一目,一目指すの、これ。<laughs> あけどさ、今めっちゃ面白いこと思い出てたやついてなやけどさ。うん。よし君確かにな。まあ、けど23時59分に配信つけて地投げして今日1位取ったら面白いな。<laughs> いや、いやけどそのけど、スコア次第だって分かんないじゃん。どんぐらい伸びるか。今日はプリコをやるかな。うん、けど、あいつずっとやってんもんな。まあ、ずっとやってるよ。基本。うん それしたらかっこいいぞってコメンどっちの話それえ。今、今の俺が言ったやつやろ今言ったやつそれとも違うやつ ?1 位目指そうってやつあー、プリコーさん相手見てる、確かに。うん。プロソロだから潰してきたんじゃないそれそうやんな。いや、けどそれは好かれ、好かれてるんだよ。だって別にほら、どうでもいい人だったらほっとくんじゃない逆に。まあね。それは、プロソロに興味があるからだよ。 うん、そう、あいつさ、もうマジビビって、俺、えっと、夕方、あ、昼から夕方までちょっと寝てたのよ。ほんで、うん、ちょうど6時ぐらいにつけようと思って、つけてん。で、プリコーは、うん、あ、じゃあ今から、あの、行ってくるよーって、ホストに。うん、ほんなら、えなにリスナーの誰かが、え、プロソロ今日誕生日なのえあ,あいつ今2位なのえコラボしたいな、ね、言うて。 つけて4分でコラボさせられて。で、俺も負ける思ったら、33万対3万ぐらいで勝ってん。なんでえ誰が、誰が社長ファイトクラブの、ネクストレベルの社長ファイトクラブ。ああ、さっき、さっきおっしゃってた。そユニバ爆投げしてくださって。はあ、すごいね。よかったんだけどね。いや、ほんまやで社長ファイトクラブ出させていただいたおかげで、あ、まあ結果は言えないんだけど、一応ね、あの、採用はされたのよ、ちゃんと。俺。おそうね。おそう。本当に、ありがたい。 またあの今度東京行かなあかんくて結局結局来るんかい <laughs> そう浪費してない大丈夫今度はあの社長ファイトクラブあ麦ちゃんとデート行ってうん、うん、そうあんまり使ってなかったでしょ麦ちゃんとデートそうちゃんと値段があるところ、うん、今度とろみとデート行ったら <laughs> ちゃんと値段が書いてあるところでとろみの好きなものを買いたいなと <laughs> 思いますけども。ああ。いよね、あいつ。なるほどね。確かに。ブランド系は値段、値段書いてないもんね。値段聞く感じやもんな。確かに、確かに。そうだね。値段書いてないわ。これいくらですかって聞くもんね。そうやね。とかくと俺、もういくらですかって聞く前に、もう出されて買うよねっていう雰囲気で、50万ですみたいに言われて、断るのダサいなって思ったから、断れなかったのよね。そんなことないよ。俺、俺だったら断るよ。 ちゃんとやっぱ断れる人間になろうと思うわ、これから、俺。うん。やっぱ、何でもかんでもね、言いなりになってたらね、やっぱ損しちゃうからね、絶対。で、ね、まあ、向こうがそれでね、ありがたい、まあ、あわかんないけど、ありがたい気持ちとかね、いろいろ、まあ、幸せになってくれたらまだいいかもしれないけど、そういう感情もない人間もいるからね、世の中って。チョロみたいな。<laughs> はい、チョロ。ー。あ、コーラもそうやったな、あいつ。<laughs> <え>コーラも、 一応応援来てほしいって言ったんやけど、うん、いや、コピペでいろんな人に送ってんじゃねえよってなんかいじってきて、で、俺が2、3時間休んで、うん、で、夕方6時ぐらいからやるっていう直前に LINE で、なんか、うん。うんうん、休んでんじゃねえよ、みたいな。<laughs> えって。こ、うん、い一も応援なかったから、俺、肌の応援は50万ぐらいしたことあるんやけど。うん わかるよないや、誕生日に初めて配信をしたから、分かったことがめちゃくちゃあったわ。けど俺も誕生日配信は結構ね、あの、いろいろ気づく点はあったよ。ああ、な、な、何が気づいたえ、言える範囲で何かいやいや,いやいや、ほらほら、やっぱりほら、誕生日に、あ、この人来てくれるんだ、この人は来てくれないんだ、とか。そうそう,そう。うん、でさ、普段からさ、ほら、タイミングがあれば行ったのに、とか、なんか、 あれだったらこうだったのにとかいう人でも、だってもうほぼ24時間配信してるわけよ。来れないわけじゃないんだから。うん、だからここで来ない人はもう、あの、その人が悪いとかじゃなくて、そ,その人との付き合いはまあそういうもんなんだなっていうふうに、やっぱ自分で考え、ね、かる誕生日配信大事やなあかねがいるわけじないん逆,逆にさ、あのこっち側が何も投げてないのに、向こうからさ、誕生日にいきなりね、 ユニバとかライオンとかなんてくれる人もいるわけよ。い,いよらっしゃるね。ああ、この人はそうなんだと思って。でも、俺も全部メモしたから。全部メモして、そう。すごいね。でも全部、いや、全部返した、全部返した、それはもう。もちろん。いや、それは、それできすぎくんやわ、プリン。それはかっこよすぎだ。それはもう全部か、あけどね、あ、一人、けど牛乳プリンちゃんだけ返せてないのよ。なんでかっていうと、はい、誕生日に配信できてなくて。そう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 。で、ずっと配信やってなくて、1ヶ月ぐらい。誕生日の。 月に。そうか、この間、このおむすに応援してもら。ったうん。ライブが。プリンちゃんのライオンがあと一匹残ってんのよ。それか返すやつは。そう。すごいね。それぐらい、あとも全部返した。うん、誕生日に投げてもらったギフト、そのままそっくり返すってこと。ああ<ー>、半分ぐらいああのあのあ。いや、いや、も、ま、う、あ、ほぼ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 。まあ、まあ、その、そそのえっと、赤字告白ぐらいのやろ。 いやけど赤字にはなるよね。だってユニバーもらってユニバー返したら赤字だからああ、そういうことね。うん、そうやな。うん、けどそのぐらいの赤字、そのぐらいの。うん<ー>。まあまあ、ユニバーあそうだけどさ。けど、もうそれは赤字じゃないじゃん。もうさ、もう気持ちじゃん。誕生日にさ、やっぱ来てくれたものはさ、それは返さないとさ、逆に。ね。うん。いや、誕生日配信してよかったな。マジで、ほんまに勉強になったし、これからもっとやっぱ配信頑張ろうって思えちゃったな、俺。 うん、だって、うん、ほら、こ、こっち側が24時間ほぼ配信しててさ、ねえ、来れないわけがないのよ。そうやな。1分とか2分も、どんなに忙しい人でも、大谷翔平でも来れるわ。1分2分。そうでしょ大谷翔平でも来れるじゃん <laughs>、ねだから。大谷翔平より忙しいんですかって話や。だから、<laughs> あ、来る気がない、来る気がないんだなっていう風に判断できるやん。顔出してく、ない人は。ほんまや。うん。 ね、普段から忙しくてタイミングがとかさ、お前、そんなに忙しくねえだろうっていう。うん、大谷翔平でも顔出せるわって話だから、普通に。ね、トイレ行ってる時ってことね。そうそう,そう。な連絡返さない人もそうだよね。うん。連絡返さないやつおるんや。いや、忙しくて連絡返せませんでしたっていう人だって大体仕事できないじゃん。そりゃそうやわな。やばいね。そんな、そんなわけないよ。忙しくて返さないわけがない。うん。寝っ転がってさ、かい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 してる時間あるや。うん。 <laughs> こういう時にこう返せるやろ、そんな暇あるんやったら。まあな。投げこもってる時にトイレしながら返せるや。るめっちゃ分かるそ。そう。そういう人はもうね、出世しない人だから、ね、基本的に。うん、まああんまり。まあ、けどね、あの、付き合う人と付き合わない人を選ぶのって結構大事よ。大事やな、ほんまに。うん。ね周りにいる人によってさ、自分も成長できたりとかさ。そういうことやな。ルイは友を呼ぶもんな。 そう。で、変な奴といると足引っ張られたりするじゃん。だから俺も最近ほら、経営者の人とか会長さんとかが周りにいっぱいいるからさ、いろんなこと聞けたりとかさ、めっちゃ勉強になるもん。うん。だからやっぱ、<れ>付き合う人はね、選んだ方がいいと思うよ。ほんまやな。うん。まあ、コラボする分にはさ、まあ、うん、別にええわ、みたいなやつもおるもんな。コラボだけの関係で。 あ、そうそうそう。もちろんもちろんもちろん。それもある。だから、まあ、別に誰とは言わないけど、なんか、一緒に会って動画撮りませんかって言われて、俺断ってる人もいる。全然。えー、マジで普通に。うん。え、だってそれは、こっち側のメリットにならなかったら意味ないじゃん。だってそんな。ないや配信ではコラボするメリットあるから、うん、配信ではコラボしてるけど、いや、裏で会うか会わないかって、 また別の話じゃん。それは動画撮る撮らないって。うん、こっちもさ、時間作ってさ、そこに仕事が入るかもしれないしさ。いや、仲のいい友達だったらいいよ。別にプロソロとかね、うん、みんなとね、マちゃんとかとさ、飲みに行くとかだったら別に全然いいよ。それ楽しいから。別に楽しくもないし、メリットもない,ないし、うん、まあ普段めっちゃ世話になってるわけでもないのに、なんでそういつに時間使わなきゃいけないのと思うから、俺もそういうの全部断る。<laughs> 全部断る。ああ、すごいね。ちゃんと徹底してるよな、プリンってやっぱ。全然断る。完全に上位互換というか、プリンはすごいわ、本当に。意外と、だからそういうとこはドライ。うん、かっこいいわ、本当に。いやいやいや。めっちゃ。そのり行く人は、行く人はめっちゃ行くけどね。うん、そう。すごい。全ては損得感情では考えないけど。素晴らしいよ。行きたいと思える人じゃないと俺行かないから。うん。さすがだわ。絶対行かない。 だけど、薬局さんとかはめっちゃご飯行くよ。だって、もうめっちゃお世話になってるし、楽しいしさ。そうそうそう。そういう人とは行くけど、全然。行かない人はもう全然、もうすぐ断る。二 <laughs> 秒で 2>。2秒で。うん 二秒で戻る <laughs> あ。ラムちゃん、誕生日ケーキありがとうな。なんか、麦、麦ちゃんと、整形行ってきたか。ラムちゃん、ハッピーハッピーバースで、ラムちゃんのケーキ、おいしんいマジ。ラムちゃん、最後お前、一緒にデートに行きましょう。うま。ラムありがとう。整 <laughs> 形誰も終わりましたかラムちゃん、ありがとう。なるほどね。誰も申請送ってこなかったのこれ。へえすごいな。 この、この、この1時間半も喋ってて、誰も申請送ってきてないんだけど、送ってきた誰か送ってきてない。あ、俺が待オフにしてるから。おめでとうございます。<ー>ありがとうんゃん、ラブ、チュー。ありがとうございます。招待オフにしてたんじゃん。怒りました。大丈夫、ラブちゃん、チュー。ありがとうございます。まあ、ヨシ君いろいろあるよな。まあな。うん。ヨシ君どうしたん、うん,んまあ、いろいろあるのよ。な。うん。うん、てか、俺もう BA にされんくてよかったわ、マジで。それだけがマジで幸せだったわ。なんか、 なんかやらかしたのいや、あの、例えば、常夏ってさ、あの、縦イの初日に食らってたやん。<う>あ、初日ってか、まあ、一日は大丈夫だいぶ、あれあれけどさ、すぐ戻ってこれなかったよね。うねそうやろだ一番最初と一番最後しか配信できてないね、あいつ。で,<も>で、とこさんレベルは、そう、どこレベルで、ルでそんな苦境に立たされてるのにも関わらず、はい、ラスト多分18時間ぐらい配信した言うてたけど、 で、あいつ、11位取れたんか。しかも、初めてトコナツがユニバーレッてたから、トコナツいいやつや、やっぱり。うん。トコナツさんはだけどいい、いい人よ、結局。結局いいやつやな。キャラやな。なんだかんだ、そう、俺もほら、視聴者少なくて、うん、数字も上がってない時でも、やっぱりなんか、たまにさ、コラボ来てくれて、 うん、で、ほら、いじってくれたりさ、いろいろさ、い、うん、やけど、まあ案件できてるからすごいじゃん、動画があるだからすごいじゃんって言いながら、まあちょっと、ほら、いじってきたりもするけど、うんうん、そこら辺をほら、ばーっとやってくれるからさ、めちゃくちゃ、いや、いい人だなぁと思う。やっぱ、特こはいいやつで、プリコは、あいつちょっとやばいよな。<laughs> プリコさんはもう俺フォ、フォロー外されてるから、もう。<laughs> 今、相互フォローじゃないから。あ、そう,うだけどそれはしょうがない。けど、それはしょうがない。うん、もう、だって、 あの、コラボするメリットをこっちが与えられてないから、それはしょうがないと思う。ただ、プロソルトやったら面白いじゃん。だ、うん、からそれを俺が提供できてないから。はい、ああだけど、もともとほら、隣同士のホストクラブでっていうのもあるから、もうほら、あ,あ,ね、あんまりいじ,いじったり煽ったりもお互いやりづらいのよ。あ,あ別のグループだし。そういうこと、ね、のグループ同士は仲いいし、そう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 ,そう、うん。なるほどね。いざこざ、ね、でめそうで、めっちゃ仲良かったらおた、お互いをこういじったりできるんだけど、まあ俺もホスト業界さ、変に長いしさ。 向こうもあんまり変な風にはほらいじれないじゃん。俺もまだホスト業界いるし。一応冬月のほらね、一応幹部だからさ。そうそうそう,そう。うん、向こうからしたらほら<部>他、他グループのね、大きいグループの幹部ってことです一応。うん。そうそうそう。だからね、そのあんまりやりづらいだろうし。そうそう。うん、で、別に一緒にコラボするメリットも向こうにはそんなに今ないだろうしさ。まあんまりしょうがないと思う。なるほどね。いかまわさんとナイスさっき爆発してました、プリの件。プリの件でプリンス荒野の件 爆発してます。まおちゃん、キランハートもありがとう。それはしょうがないよ。うん、あ、みーちゃん、ネイルしてるよ。金の、金のネイル。<laughs> え、納豆つけて納豆つけてんの指の爪にそれ。いや、納豆じゃない。これ、ゴールドや、今回は。いつも透明やけど、ゴールドにしてみたいんや、ああ気分転換にね。あの、お、お,だお田信長さんわかる当たり前や、お前、天下統一はできてないから。違う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 。本能寺の変や。 ポケカ開封やってる絶対ショの小田さんああエビちゃんって言われてる人やったっけ赤髪のねそう金のネイルしててでこの間俺もポケカ好きだから結構見てて好きなよ小田さんでこの間コラボして友達になってで小田さんがゴールドのネイルしてたからいいなと思ってゴールドしてみようと思ってゴールドしてみたしてみたらどうやったよいやめっちゃええやんええやん 金の粒の納豆やないか、お前、それ。うん、お前。金買ってくれよ <laughs> 頼むぜ。金ないねんレナピョンがサブスク配信してて、小窓に京馬くんなどあげてて、レナピョンがクラスにプロソロバー来てくれって投げに行った時に言ってくれたってだって。<laughs> うん。レナピョンちゃん。あー、行かなあかんかん。またいっぱい使わなあかんな。最悪や。また金飛んでく。あ,あ、そんな、なんで、そんなボンボン使う予定生まれんやろう。 なんでそんなん使ってるのいやもう、もうほんま、もう自粛するわ、ちゃんと俺。うん。投げすぎるの自粛。うん。あ、わかったわかった。オッケー。おあのさこう、こういうのどうんあの、投げるじゃん。うん。じゃ、例えば、じゃあ,あの、50万円分投げますとか、50万使いますって時に、うん。その同額のお金を何か投資、投資にしない回さないほうほうほう。だから例えば20万、 投げようと思ったら、そのもうに20万を貯金から何か投資にぶち込むの定期かなんかに。んんん。そしたら、資産は残ってるじゃん。そういう、だからその、うん、うん。そう。だし、<え>無理もできなくなるでゃん。使用できる金額を、ほんまにプリン将軍じゃないけど、まあ、25万に設定するみたいな感じでしょ要は。だってさ、今だとさ、300万あったらさ、いや、300万突っ込んじゃえってなるじゃん。 まあな。けど、このルールを設けることによって、150万使えるけど、150万は投資に回さなきゃいけないから、ね、は使ってる額も少なくなるし、投資で運用した分で増えるかもしれないから。すごいよねよ、まあ。投資は無理ないけど、ね。え、ルール作れば。え、なんで家計簿いや、だからなんかそういう、あのいやル,ルール作れば。ルールやな。ほんまやな。それめっちゃええやん。<う>めっちゃ勉強になるやん。引き,引,き引き出せないしさ。<laughs> 普<は>まや普,通普通は、普通は我慢すんのよ。 それを150万残して、150万使おうっつって、150万残せるんだけど、君、残せないじゃん。また稼げばいいやってな,なっちゃうじゃん。あね。だから、うん。何かに入れ,入れればいいじゃん。別に株でも何でもいいからさ。うん,うん。うん。って思う。うん。株に入れればいいじゃん。なんか硬いやつに入れれば、米国の、ね、<laughs> なんか100とか500とか。いや、もう、あの、株とかもな、ソックスエルっていう半導体のスタンバイブルのやつ買ってて、 それもなんか天井で買っちゃって、うん、で、結局200万ぐらい損したんかな、うん、うん。俺株のセンスないねん。かといって、ナスダックとか S&P500 みたいな、その、あの、誰しもが買う、しょうもない株やとさ、変動が乏しい。うん、まあ、リスクもなければ、うん、あの、メリットも少ねえみたいな、あんま好きじゃなくて。うん。かった。じゃあ、金買おう、金。え、なんか、え、<金>信仰宗教の勧誘じゃないよね、今やられてんの。 いや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 、金、金買えばいいじゃん、じゃあ、金。いや、う買う買うで話進めんなって、お前。いや、金を買って、入れとけいいじゃん、金庫に。で、それを換金しないってルール決めてさ。金、金、金、金うるさいねん、お前。5年後にお前、もう、金、金、金になってるぜ。<laughs> 金っていうお金になってることあいやいや、金がいっぱいになる。に任せおゴ,ゴールドね、ゴールド、ゴールド、ゴールド。うん いや、だから、150万使おうと思ったら150万分のゴールドを買えばいいのよ。そ<あ>うそ、ん、う。けど、その150万のゴールドの値打ちが上がるとも限らんくね。変動あるやろ。いや,けどかかれいや、それはもちろん変動あるよ。変動あるけど、ああそれが下がったとしても、もともとそれってもう投げちゃってた分なんだから、だって。そういうことね。うん、いや、だからそのわざわざ絶対その、だからその、300万あったとして、もう、あの、1ヶ月に使って、 いい金額を100万までの上限で絶対に超えないみたいな、そういうことでしょうん。うん。だけど、超えちゃうじゃん。あれば、あるだけ使っちゃうから、だったら資産になるものに、そういうことか。ああ、そういうことか。もう、残せないじゃん。現金残せないじゃん。ある、そういうことね。うん。もう、もう、a ーってなっちゃうじゃん。強制的にっていうことだな。そう、だから AI ってなれないものがいいんだよね、すぐに換金できないものの方が本当はいいんだけどな。 なるほどな。ふにしよがそんなふにしてんのそう,そうそう。いや、俺はしてないよ。してないんかいちゃんとできるからい俺は、逆に、俺は違う、逆に、いや、俺も使っちゃうよ。俺も使っちゃうから、会社に入れてんの、俺は。だ会社からもらう分を少なくしてるから、うん、だから結局使えるお金がないのよ、俺って。俺の金じゃないんだから。会社のお金なんだから。勝手に使えないよ、だって俺社長だけど。うん。どうやったら使えんのまあ、給料上げられるけどね。あの、株主総会開いて、一人で。<laughs> <laughs> だって俺,俺、俺が全部株持ってんだから、俺が一人で株主総会始めますって言って、<laughs> <laughs> で、代表と、ね、取締役社長の給料を上げましょうって言って、俺がね、決定すればいいだけだから、それを。一人で返して。一 <laughs> 人でなんか、そんなあの、大根役者みたいな演技せなあかんの <laughs> あ、いや、けど議事録残さないといけないのこれ。やば、一人でうん、一人でやって議事録。動画とかはいらないけど、まあ、議事録は残さなあかん、ね、あそう、議事録は残さないといけない。そう,そう,そう、めんどくさ。えー、実家の近くの土地を買っていけばええやん。 嫌ですよ。あ、まあ、そういうことよね。土地を買ったりとか。いや、そういうこと、そういうこと。なんかさ、うん。将来、まあ、上がるか下がるか分からへんけど、とりあえず、買っておいて、もう使える現金を、もうほんま少なくしていこうってことやろそう。だから何でもいい、ね、<で>俺、俺だったら、まあ、ポケモンカードでもいいしさ。うん、まあさっきロレックスバカにしたけど、いい別にロレックスでも買えるじゃん。150円くらい出<前>せばワンチャンステンのね、 中古のやつとか買えたりするから。けどそれが200万になったりもするし、けど別にそれがさ100万になってもね、100万になるじゃん。百万円になるじゃん。もともとなかったものが。だそうすればお金残せるんじゃない多少は。うーん,、うん。なるほどね。まあ、うん。道路できたら跳ねるよ。あ、そうなんすか。経験者が。定期に入れちゃうとかいいけどね。もう簡単に下ろさないからね。定期預金うん、定期預金とか。うん 定期預金とかなんかよくわからん。ど、どんな感じなんそれ。にぶ、ぶち込むとか。だ、うん、けどね、いで、いでこにめっちゃぶっ込めたらいいんだけどね。いでこはそんなぶっ込めないもんな。あ、けど俺みんなの銀…うん。はいはい。65歳にならないと、十五、うん、歳にならないともらえないでしょ。いや、定期預金増えないでしょ。いや、よしく、違う。増やすのが目的じゃないの。あの、取っとくことが目的なの、これは。だから、利率はあんま考えなくていいの、この場合。うん、じゃあ、あれだけ<俺>使っちゃうから。うん。 俺みんなの銀行っていうアプリ持ってて、ここに引き出せへんやつがあんねん。この貯金箱って。ああああここの、のこれの数字をこっちに移動させたら動かされへんから、もうそれでちゃんとやっていくわ、<ー>これから。うん、あ、そうそう、だからそういうこと。で、そのルールを作ればいいじゃん。30万使おうと思ったら、うん、30万はそ、そこに入れるってしたらさ、30万確保できるやん。使う分そういうこと。も減るし。うん。うん。 いや、本当はね、自分で取っとけたら、それが一番いいんだけど、取っとけない人は、そう、う強制的にルール決めるしかないよ。そういう。とか、使う分と、うん、そっか。うん、そういうことね。うん。うん。だまあ、2倍損した気分になるみたいな感じうん。うん。うん。うん で、仮に貯金50万しかなくて、じゃあ50万投げちゃったってなったら、次はもう50万そこに入れなきゃいけないから、次配信とか何かして稼いだお金はもうそっちに回さなきゃいけないから。投げる前に。なるほど。そうしたらけど、取っといた金けめちゃくちゃ多くなるけどね。こっちの余剰金が。だって投げてる分溜まるんだよ。同じ額が。はい。今までいくら投げたうん。そういうこと半分ぐらい溜まるってことだよ。ああ、そういうこと。そうも全然余裕やん。ほんまや。投げすぎないし。うん。めっちゃおもろいやん、それ。 じゃ、これからそうするわ。投げた分を、うんうん、投げた分を、うん何かね、そのまま貯金スペースに入れると。うん。うん。そしたらもう、もう全然溜まるよ、もう。溜まるな。君のペースだったらマジで1000万、2000万ぐらいすぐ溜まるって。やんな。気づいた時に億万長者みたいな。金ないわ、金ないわって言って貯金箱見たら、うんあそう。あるやんって。そう,そ,そう。金はないけど貯金箱に入ってんのよ。うん なるほどな。そういう状況できる。そう。えー、亀ちゃん、貯金なんかしなくていいよ。うん、かっこいいな、ユニバーよ。<laughs> もうダメや。カ <laughs> ちゃん、ずっとおったんがい。<laughs> うん、くれんかったら、ら酔っぱらない、うん。とにかく、らん。とにかく、らんって、アキさんおっしゃってる。亀ちゃん、笑いやね。え、なんて、なてプリン、なんていやいや、だから引き出すなよ、酔っぱらって。俺、新田さんのバーでどんだけセブンイレブンで引き出したか。貯金なんかないよ、アキさん。 ね、金とかで、家で金庫に入れときゃ一番それがいいのよ。だって、使おうと思った時に引き出せないんだもん。金なんて。無理じゃん。お前らは俺は金俺は金がいいんじゃないかって言ってんの。で、ワンチャン増える可能性もあるしね、金だったら。なるほどね。うん。うん。<laughs> あと、これから通貨がね、ちょっと微妙になってくるじゃん。なんかドルが微妙になるとかっていう話もあってさ。そういう時にね、やっぱり、そうしたら金が上が,上がるからね。そうなってきたら。うーん。 もう円とかドルは信用できないからね、本当。うまそうやな。まあけど、うん、あの、うん、TikTok の話に戻すと、まあ円安の影響で、その1ドルあたりな、うん、あの、135円より142円とかの方が、うん。うん、収益は上がるから、同じ。収益は上がる。うん。めっちゃ嬉しい。上がるけど,けどけ、結局課金額って増えてんだよね、多分ね。課金額は増えてる。うん。そうだよね。だから、な、うんだからギフトもらった時もさ、なんか、 いつもよりなんかだ、なんか、増えなくないドルが、やっぱり。そんなことないあんま関係ないもらったにら円安でドル,ドル高だと、そうそうそう。例えばなんかほら、これぐらいもらってたらそろそろそろ1000ドルいってるはずなのになと思って見てみたら、意外と850ドルだったりとか、なんかそういう、それ勘違いかな。それともそれは円安だから。えっと、円安だったらそうあ、えっと、ダイヤモンド数を200で割ったやつがドル。うん。うん。 だから。からダイヤモンドがた、たまりづらいとかあるそれは関係ないあんまり関係ないいやいや、全く関係ない。あの。か、それは関係ないけど、えっと、それは勘違いだよね。それは、俺のは、それが高くなるだけか。なんで、でもう一回言って課金するとき円で課金する側が高くなるだけだ。そしたら。うん。ギフトを、コインに変えるときが高くなっちゃうだけだ。いつもより。ああ,ああ、ギフト収益から変えてんのか。だかあれさ、その、 なんか、ちゃんと表示されてなくない俺、最近ギフト収益から変換してないんだよな。ちょっと今見よっかな、久々に。よ、わからんよな。ギフト収益、ギフト収益から、えっと、変換するときややこしいのよ、ちょっと。ちょっと見よっか。あ、そう、あ、そうなんだ。へぇ、うん、ちょっと見よう。確か、俺が計算したときは、ユニバー投げるのに385ドル必要、やった気がするのよね。 385ドルがその時多分130円だから、5万50円か。5万50円で、えっと、3万5000コイン投げるってなってたから、だいたい1コイン1.43円やってん。その時はね。うん、で、今、あの、カスタムチャージは1.6428円やからね。あのー、0.2128円違うから。だから、その同じ1万コインをチャージするって言った時千2128円違うっていう。うんうんう 難しいな、ちょっとあんまりしいそう難難しい、ね、難しいわいわ結局その、カスタムチャージするのと、えっと、えー、普通にあのギフト収益で変化するのどっちがお得みたいなことが知りたいわけでしょ要は。あいやいや、別にそう,そういうわけじゃなくて、なんか違いがあるのかなと思っただけ。 いや、違いがあるのかなっていう。どれぐらい変わるのかなっていう。だから知りたいんでしょカスタムチャージと、普通の、あの、収益。うん。だから今計算してるわ、じゃあ。えっと、ただ、これね、3万5千コインを、まあ、カスタムチャージ、普通に、あの、ギフト収益から変換しようとするやんか。そしたら385ドルって出るわけよね。うん。で、このレートってやっぱ、 385ドルって出るけど、うん、この時の、あの、1ドル何円かが記載されてないから。ああ、わ、まあ、かんないよね、確かに。わからんのがずるいのよ、これ。まあ、今だとけど、146円とか、うん、そこまでいかんやろ、百だって俺ら変換するとき今140円ぐらいやん。141とか2やろ 2> なんか変換するときのレートって低くないなんか分かんないけど。<laughs> そうなんああ、そうなるんや。わかんない。 なんか低めで設定してんじゃない手数料とかあるから分かんないけど。あ、そうなんわかんない。いや、わからん。全然分かんないよ。もう仮説だけど、全然。うーん。うん。まあ、これ今変換したくないからせえへんけどね。うん。うーん。まあ、385ドル。そうやな。1.6428。うん。 今はどうやろう今はあの仮にね385ドルやけど1ドル140円やとしたらえっと 5,、うん、5万3900円でうん5万ちょっと待ってな140円か5万3900円で3万5000個円やから1コイン1.5 4点五四か。えっと、ギフト収益やったら1.54。1.6428。うん、うーん。1000円ぐらいちゃうんか。うん。1000円ぐらいお得 <laughs> そう、1000円、1000円お得。ユニバー1個投げると、1000円ギフト収益から変換した方がお得。<ー>カスタムチャージより。まあ、そ,まあ、そんなもんか。<laughs> うん。 あ,あんま変わらん。いさないということですね。若い時は使いまくっても余るぐらいで稼げばいいのよ。えへへ使いまくっても余るぐいや。まあ、そのこだけど、まあ、そろそろアイコンの枠かっこいいや。うん<そ>。ほんまや、2位の枠、それはそれでかっこいい。初めてや、2位の枠。え、スクショしとこう。まあ、2位もね、2位も二位でかっこいいよ。そう。2位逆に取ったことないから、三カモに抜かれたええー、ねん、どうでも。うん。ええー、ねん、別に。 お前アイコンの枠、かっこいいな。俺だって、地域リーグの枠もついて、2位の枠もついて、1位の枠もそもそも持って、3両の枠も持ってて、いっぱい枠ついてて最高。え、プリン将軍は、1位の枠しかついてない。<laughs> ああ、違う違う、もう1位の枠しか残してないんだよ、これ。綺麗じゃん、こっちの方が。で、もしつけるとしたら、もう電動の枠。この外は。つけられるわけねえだろうが、おめえが今。<laughs> <laughs> 急に <laughs> 喉痛くなってきたわ <laughs>。いやーけど誕生日一位取りていなー。<laughs> 頑張ろ。どうする？俺がプリコーみたいに、うん、絶対縁切るやろ。プリンの将軍の誕生日一位取りたいってやろうにあー。いやけないけないけない関係ない関係ない勝負だから全然しょうがないよそれは。どうするプリン将軍の誕生日に俺が一位取ったらいや全然しょうがないよ <laughs> それは全然やってくれたなってでも思うやろ。 感情的に、ね、やってくれたなぁと思うけど、けど大丈夫。全然。俺は、だって別にそう、しょうがないと思うもん。だって。フリコの誕生日知りたいな。すごいんじゃないけどさ、あ<体>いつのは、プリコ誕生日の時配信せんかったよな、多分前。あえて、なんか。うん、そうやったと思うで。ね、誕生日やから、 ヘイトが溜まってるやつやったらさ、うん、絶対1位取らせてやらんとこうって思うやつがいっぱいおるから。うん。怖いよな、<laughs> そういうのも。うん。俺普段の行いもあるからな。<laughs> 普段の行いも。そう。怖いわ。誕生日配信してたけどギフトオフに。ああ、ギフトオフで配信してたんやね。すごいよね。逆にね。だからもう、<生>誰もが考えつかないようなこと、<お>あ いや、やっぱしてるから人気なんやろうなか。かっこいいし。ま、その領域に行かなあかんってことですね。うん,うん。うわ、けどなんかちょ、俺が、いや、誕生日の時さ、一人一人俺言い切られへんよな。あの、応援してくれた方々多すぎて。一人一人俺行った忘れたけど俺。いや、全員は無理じゃない無理,無理やんな。その、ギフト、あの、 履歴で残ってる10名の方々にはさすがに行く行くよね。まあまあ行こうと思う。この人にはめっちゃお世話になったからさすがに行っとかなっていう人には行く感じやんね。うん。うん。全員はちょっともう無理よ、それは。そうやな。なんかどこから行くかってなるじゃん。うん、うんうんうん、そうやんな。うん、じゃあ手,の手乗りハートは行くのか行かないのかとかさ。<laughs> じゃあドーナツは行くのってね。じゃあバラどうするとかな,なってきちゃうから。うん、なってきちゃうな。 なんかそこら辺は基準決めてたと思う。なんか何位までっていうたら、うん。あとは直接ね、来てくれた時にお礼は言ってたけどね。うん。DM するのは何位までみたいな感じでう。うん,う,んうん。いつもなんかそのスミカちゃんのガチバトルが終わった後とかさ、俺とかプリン将軍とかで、ま、いろいろ、ま、喋ることが多かったやんか。ね、うん。その時の気持ちがなんか、誕生日で初めて分かったかなっていう感じかな。うん。 なんか、うん、こういう気持ちやったんやって、すみかちゃんの気持ちがすっごい分かった、今。うん。まあね、やってみるとね、うん。やっぱき、緊張するしね、ガチバトルとかね、そういうのね、うん、緊張した。プリンに最後勝てるとは本当に思ってなかったから、それはそれで。うん、いやー、俺も勝つ気でいたんだけどね。グローブお前、使いまくっとったな、な<ー>普通に。あーそうそうそう、グローブじ、ーもうじ、最初から最後ねグローブやで、ね、こっちは。ずっと。うん、ずっと。やば。 最初から最後までグローブ使ったに負けたな。ちょっとね、もう俺も反省点だわ。ちょっともう薬局さんに負担がめっちゃかけすぎたな。うーん。そこのガチバトルに関してだけ言うと、俺はいろんな人の応援をあらかじめ言ってたから、あの、お返ししたいなって思ってくれた、まあ、配信者が多かったのかなという。うんうん、うん、のね。 価値ある他の枠行ったりとか、投げたりするのも、それも正解だと思うし、それも一つのやり方だと思うんだよね。それでそこのリスナーさんと仲良くなったりするじゃん。うんうん、それで来てくれたりとか。だ,だから俺は、それがないから、だから効率は多分割と重視してやってるんだけど、意外と効率悪いかもしれない、俺は。やってることは。実は。だから俺人の枠に遊びに行かなすぎるから、人も投げなすぎるから、だから、 逆に他の枠のリスナーさんともあんま仲良くなれなかったりとか、その配信者同士の付き合いも、まあ、プロするほどはやっぱ多くないから、まあ、そういう面では、まあ、それは、うん、難しいよね、けどね。うんなあまあ、けどやっぱプリコが理想やんな、あいつで。全然、配信者にはまあちょくちょく投げることもあるやん。なんか楽し、楽しくなりたいとかしてんけど。別に配信者なんて全然投げてないやん、プリコには。ね、普通の純粋なリスナーさんはやっぱ、 爆投げされてるからい、まあ。いや、けど、ま、一番理想だよね、それがね、けどね。理想だわ。それで、だって1位取る気なくても短時間の配信でいけるって最高だよな。うん。薬局さんもね、レベル40やったね、よし君。確かになすごいよ。薬局さんがはい。いや、レベル40。え、今日のバトルで40なられたのたあ、いや、ちょっとね、俺の前にね、あの、さ,さやちゃんという女の子のとこ行ってて。それで。さやね。180。 うん。180k 投げて40レベルになったって言ってた。ああ。なるほどね。うん。どうしよう。世話になってるかな、お客さんにも。でどうすんの今日は。<laughs> もうそうする二2時ぐらいになっちゃうじゃん時い、うん、えてかさ、今さ、1位のやつみたいなさ、トカ、うん、ってやつがさ、950.4k もう飛んでるわ。もう無理や、今日。<laughs> 1位は。いや、いや無理よ。12時間やって俺 1M いったやで、ね。うん、昨日か。うん うん、女の子女の子だね。まあ、女の子はね、やっぱ太いリスナーさんついちゃえばね、強いと思うよ。やんな、うん。まあそうだね。やっぱ休まずやるのが大事だな、ハく君。確かにそうやな。そうや、だからほんまやっぱ、マジで、トコナツも三河もプリコもずっと配信やってるよな。すごいよな。ういや、すごいすごいすごい。な、うんであんなに止めり込めんねやろうな。<れ> 誕生日おめでとうございます。もうけど、習慣になってんじゃないかっこいいよね。やっぱもう、習慣になっちゃえばさ、いいね、意外ときつく、きつくないじゃん、それって。わかる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 。最初、最初はきついよ。多分、最初の一週間ぐらいはね、眠かったらきついけど、<ー>それ乗り越えたらさ、そうそうそう。いや、もう俺も毎日してるけど、時間は長くないよ、俺、そんなに。うん。 で俺もね、一週間やってない時とかあったりするからね。まあ、俺もそこら辺はやっぱ反省しないきゃいけないなと思って。いや,いやいやいや。ちょっとでもね、うん、つけられる時間はあったからさ、そう。それがね、30分だろうが20分だろうが。それをやっぱつけなかったっていうのはね、ちょっと良くないかったなと思った、俺も。うん。すごいね。出張で一週間ぐらい忙しかった時に。うん、配信しなさすぎてさ、うん。いや、出張先でさ、配信する意欲ってなくならへん。うん 俺だけかなまあ、そ、そう、それもだし、な、なんだろうな、その、まあ、クライアントさんに、ひ、あの、失礼だったりもするじゃん、それが。ああ、確かに、その。要は、今一緒に会って、ね、いろいろ話したりしてんのに、こっちで配信とかしてたらさ、ええ、みたいになるじゃん。そんな配信はいつでもできるやんって、向こうからしたら。うん。あ、よしく、なるほどね。うん、いや誕生日すっごい勉強になった。うん。よかったよ。 楽しかった良かった2位でね。逆に2位の方が良かったかもな。うん、1>, ああ1位やったら、嬉しいだけで、その、なんも変えようと思わなかったけど、やっぱこうやってプリンといっぱい、すまんな、今日、忙しい中、時間、うん、めっちゃ取っていただいど。あ、や俺全然もう、この後、この寝るだけなんだああ、いやいや、それでもね、うん、やっぱね、うん、ほんまプリン優しいなって。うん、まあねー。 あ、2>, <ー>2位や。いや、河原さん、そうだっすよ。すんません。<ー>ごめんなさい。いや、僕、最後ね、レオさんっていう方がね、爆投げ、ね、してくださると思っちゃってたら2位でした。すんません。やっぱ、あのー、5回か6回縦いべずっとね、1位取ってたプリコーは、あいつはやっぱり、やばすぎましたね。だただ、僕も1位取ったことあるんですよ。河原さん、昨年のクリスマスに。うん。誕生日に初めてやったんですよ、僕、配信を。 初めての誕生日配信が日本2位で終わっちゃいました。ごめんなさい。せっかく川原さんにも、川原社長にも応援していただいたんですけども。えー、昨年やん。いいえ。川原さんも LINE っていうか DM 送ったじゃないですか。23時50分にガチバトルあるんで来てくださいって。今の TikTok ライブの方がレベル高め。そうね、ハル君。そうですね。それは間違いないです。ちなみにでも川原社長、あの僕、 前回クリスマスに1位取ったとき 2.4M やったんですよ。もう見比べていただいたらわかると思うんですよね。ちょっと、去年のクリスマス。どこや懐かしいなクリスマス。2. 何,何 M やった、そのとき。えプロソロあ、ちょ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 あの、プリン将軍は俺の、あ、俺,俺の誕生日 うん。俺のときは2.6。2.6。そう、俺2 4 m やったんですこれ見えますかね ?12 月の26日に、2 4 m やったんですよ。これで1位やったんですね。えー、で、まあ、そ時の時と2位が1 8 m やったんですね、クリスマス。うん、いやや牛プリちゃんやん、うん、あ、そうやった、牛プリちゃんやったな。<laughs> うわ、そう,そうやった、それ気まずかったんや、俺は。牛プリちゃんも仲いいから。<laughs> なるほどね。ゆかれぽっちゃんっていうガチバトルした子が3やった。いや、川原社長ほんますんません。いや、今回は僕が 2.0M でプリコが 2.4M やったんで、まあ、クリスマスの時であればほんまにどっちが1位かわかりませんでしたね。<laughs> えー、だから、<laughs> 川原社長があの150億円を全部 TikTok に課金して最後 500K 投げてたら1位でした。まあ、もう電動1位や、それはもう。<laughs> まあね。 川え、河原社長はあの、お時間あったら配信してください。応援行きますよ。ええ。で、なかなかやっぱ1ってきついっすよ、かー社長。僕、今日、だって。何時間やったから ?12 時間プラス、18時間以上やってますね。20時間やってるから。誕生日はね、ちょっと俺も24時間やりたいけどね、去年ちょっと熱出てたから。寝ちゃえ。中卒に負けてるや。いや、社長 社長いじりすぎや黙れ確かに。<laughs> めちゃくちゃ中仲良くなりたいんすか、社長。夜の世界案内してくれるんですか<あー> <laughs> <laughs> えー、中卒に負けてるやん。えっと、これ、これが、えっと、な、な、な何に負けてんのかなえっと、俺があ、プリコーが中卒なのかなえ <laughs> プリコーさんはちゅ<え>中卒なの、まあ、社長 もう中卒とか高卒か大卒とかマジどうでもいいですよね、河原社長。あんままじ関係ないよね。俺、大卒っすけど、大学行かずに、俺、ネクストレベルの社長になっときゃよかったと思ってます。本当になれるか。自投げしたら1位取れるんですよ。自分でサブアカ作って投げたら。そういうことじゃないんだって。だって 2.4M って、これ、資金でいうと、いくら最初かかるかっていうと、400万ですね。 400万で、えっと、地投げすると帰ってくるんで、だいたいコスト230万でいけるんですよ、ね。だ最後僕が、その、地投げせずに1位を取りたいという、その美学に、400万ごときで1位か。え、河原さん。寄ってんのか <laughs> 150億はやっぱ、スケールが違うな。河原さんめっちゃ口悪くない今。 <laughs> あ、煽る気るでもまあブランディング、ブランディングとしては使えるよね。マジ投げしてもね。そうやで。日本一は日本一だからな。うん、そ,そうで。さ俺、この間ね、社長ファイトクラブで、あの、うん、その自己紹介したときに、えー、昨年のクリスマスには日韓ランキング、えー、で日本一取らせていただいて、えー、2時間の配信で160万円の収益を得ましたって、あの、社長ファイトクラブのあの、本番の時に言って、あの、自分で、あの、言う練習とかして。うんうん うん、昨年よりもちょっとスケールダウンしちゃってない俺。<laughs> マジで社長ファイトまた来てほしい。え、いいんですか逆に <laughs> いいか。いいんですかいいんですか逆に。本 <laughs> 当にいいんですかえ本当に僕が、えまた僕いろんな人に採用されるんですか <laughs> え、嬉しい。<laughs> え、僕顔が。こんな新規授業ってた嬉しいですよ。<laughs> すごいなんか心開いてくれてません <laughs> 優しいですね。い、うん、うん。あははは、そういうことっすか。<laughs> なるほど、なるほど。飯田さんのところ無理やったわ。だから再挑戦しに来ました、みたいな感じで。盛り上げる役としてってことっすね。<laughs> な、ノッコン寺田さんとか、醤油肉とか、みたいな感じっすね。桜ちゃんとか。あ、そういえば桜咲くとあ,あった言うてたプリンな、お前な。桜ちゃんは合ってるよ。あれ、社長ファイトクラブの撮影が終わった翌日だよ。 うん、ああ、うん、聞いた聞いた聞いた。うん、聞いた聞いた。全部聞いた。さくらちゃんもいろんな人とね、それもいたよーっつって。<う>ちゃんも結構ね、いろいろコラボしてるから。<う>ねくらちゃんは自分からいろいろね、言ってるみたい。けど。うん、え、プリンもさ、プリンもさ、一応エンタメ要員として出たら、なんか面白かったよ、めちゃくちゃ。うん、だけど俺だからその、事業をけど提案してってことでしょ、要は。けど。 だから、だからうんだから俺は、えっとね、授業提案と言うてない。社長になれるかなれないかってことでしょだって。えっとねあ、俺具体的な授業とかは言ってない。俺が言ったは、あの、 え、フラッシュアンダーで日本一撮って、それがきっかけで TikTok バズって、えー、で、あの、今は TikTok ライブと YouTube を中心に活動しています。えー、プラスアルファ、えー、昨年のクリスマスに日刊ランキング1位取りました。TikTok のフォロワー10万人、YouTube チャンネル者5万人います。でそこから、えー、今回の出演をきっかけに自分の収益とか、えー、知名度を上げたいというふうに思ってますってプレゼンしただけ。別に、これやりたいです、えー、あれやりたいです、っていうのは言ってなくて、 だっただたあの、飯田さんところとかに採用していただけたら、まあ、自分の、まあ、ね、活躍が広がるかもなとか思いつつ、うん、っていう感じやったから。ただ <laughs> もういい、もう飯田さんもね、春木海さんももう顔見知りみたいなもんやからな。<laughs> ちね、顔見知りやからこそ、やっぱ演者が増えたら盛り上がるやん。んプリン将軍、ね、YouTube も登録者多いわけやし、三百0令和の、令和の虎もそうなんだよね。なんかもう虎ほとんど知り合いみたいな感じになっちゃうからね。 <laughs> いや、でも、よくねけ <laughs> ど、そうか、プリンは、もうなんか、水も甘いも知ってるから、なんか、新鮮味がないんか、お前は。俺はもう、林社長とか、あの、それこそ川原社長とかね、いろんな人と会えて、めっちゃ、うわ、すごいって思ったよ。こんな贅沢な方々が、というか、豪華なメンバーが、 一度に返してやってんやって思って、そこに呼ばれたんやーって、嬉しいってなったけどね。ガチで。だってさ、普通に日常生活を送ってたら絶対に会われへんやん。んなもんお客さんとしてしか、ね、お金払って会えるか会えへんかぐらいの方々と仕事でお会いできるって一番幸せやで。いや、嬉しいよね。そう、自分、まあ俺なんて全然大したことないけど、そんなすごい方々と同じ空間で、 ま、仕事できるか分かんないけどさ。同じ区間に入れるって幸せやから。っ、ね、てかも、ね。盛り上げられたらいいんだけどね。来月みたいです。なんで盛り上げられるような企画がね、思いつけばいいんだけどね。意外とそんな難しいんだよな、俺結構そういうの。いや、あの、企画っていうのはもともと台本ないから、その時に自分の思いをどれだけ乗せて伝えられるかっていうか、何がしたいねんってやっぱ説明する能力がいるんじゃないかな。 結局俺したいことってさ、自分でやってるからさ。ちょ、っと待って。川原社長がおっしゃってますわ。株式会社キーモの社長、あ、キーモちゃうか。ごめん、お前、キームか。ごめん、ごめん。いやいや、キーモ。キーモじゃないね。あ、キー、株式会社、プリンショウが聞いてください。年商150億のネクストレールの社長社んがおっしゃってます。難しいなら黒な言うといて。ありがとうございます。難しいなら黒な。 来るなや、ボタンマン。<laughs> <laughs> だから、その、煽り系が行くと多分面白いのかもしれないね。どんな、その、編集に仕上がってるか分かんないけど、基本、俺全部見たのよ。うん、社長ファイトクラブの動画をね、出演するにあたって。うん、ほんでやっぱ普通の、やっぱ、就活っぽい感じになっちゃうと、どうしても撮れたかというか、見応えがないのよね。うん、だから多分今回から、あのー、えー、エンタメ枠じゃないけど、 うん。うん、なんか、やっぱり、ちょっと、まあ、ブレイキングダウンとか、令和の虎とかの、なんか、要素を入れた、うん、YouTube でもバズりやすい、うん、なんか、路線に、あの、若干寄せたのかなと。うん、だって、ど素人の思んない、なんやねんっていうやつ聞きたないやんか。私は、兵庫県生まれです。うん、私は、部活は剣道やってました。よろしくお願いします。だけやったらさ、はっ,ってなるやん。 いや、お前、どこにでもおるやつが社長になりてとか覚えてんじゃねえよって言われて終わりやから。ええー、けれアエバラウン結構、あれですか、河原社長さんは、やばいやつ好きみたいですね。ああ。やばいやつが好きなんじゃないだから俺、俺やばいやつやからプリンってふ、うん、普通というか、いいやつやんが俺やばいやつだと思う。ちょっとね、だからそこがね <laughs>、なんか、うん、けどキ、キムっていうのも難しいんだよね、またちょっと。キムというのは うん。だから、キムが日本語喋ったら、また、それはちょっと、また、なんか、ほら、視聴者の皆さん、微妙じゃん。なん、か。だから、ブリキムが日本難しいんだよな。ヒメかヒメかヒメかってプリンシし知ってるかヒメかヒメさんってなんか。あヒメカさん聞くよね、なんか。え、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。いや、キャバ嬢じゃないですか。いや、キャバクラで遊んでる場合や、キャゃうんですよコメントが消える前にスクシュー。ヒメカさんってこの方ですか 何してんすか酒飲みながら TikTok ククライブとか贅沢なことしなくていいっすよ、社長さん。日向姫香さんと飲めるってすごいね。ねうん、めっちゃ有名だよね。日姫香さん有名だよ。うわ、俺全然知らんかった。今度、じゃあ僕はあの、お金ないんで、あの、川原社長、あの、ね、あの、うん、あの、お金出してくれるやったら行きます。<ー> <laughs> そろそろじゃあ、相手、相手にしてもらえないから、川原社長と行った方がいいよ。<laughs> <laughs> そりゃそうだろ。<laughs> いやいや、そんなに彼、ね、女はそうだよ。ええ、すごいな、めっちゃ可愛いじゃないですか。河、えー、原社長、独身なんですかえ、調べてみよう。独身か独身だよね、多分、絶対そうだよね。だって、こんな、158人見てるところで、ねえ、<laughs> あれ、妻って書いてないえ、大丈夫そう いや、けど、結構、経営者の人、そんな感じじゃないあそんな感じですか。もう、もう、嫁さんの頃だってさ、なんか、いや、そういう付き合いとかもあるけど、全然、なんか、割と、え、何何何何何何なえ何？え、何？あやぶさ来た誰誰誰誰誰あやぶさ誰いや、お前。花、お前。トゥン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 で、トんン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 で、回って、回ってンンン。 ごめんね、ちゃうねん、お前。なんで謝りに来たよ、お前。忘れてゲームしてた。お前、ええやつか。めっちゃ追ってきたけどな。俺が、あの、ちょっと休憩してる2、3時間で。うん。何、休んでんねん、みたいな。<laughs> えやつか。花の応援、もうせんとこって思ったら、お前。うーわ。<laughs> やっぱ、みんな俺に嫌われるのが怖いのか。<laughs> 花、花怖いのか。コインゲームで桃鉄してて。いやいえ。 人生楽しんでんな、おい。<laughs> 優しいな。<laughs> 優しいんかい。別日に応援するね。わらって言うてるわ。何 <laughs> やねん。よかったよ。花は投げようとしたら君がやってなかったん昼。そういうことか。そう、それが言いたかったんか。タイミング合わんかったよね。ああ、わかった分かった。煽りじゃなくてね。 煽りじゃなかったね。あ,あ煽られてんのかと思ったよ。<laughs> ほんで夜配信したらプロソロ誕生日なん忘れてた。やっぱこいつ。<laughs> 人に興味を持て。本を読む習慣を使う、お前ら。<laughs> ネクストレベルホールディングスの社長はな、中卒から成り上がって今な、めちゃくちゃ可愛いな、北新地の。なキャバ嬢と飲んでるらしいね姫香ちゃんと。んそれぐらい持ってけよって話や。<laughs> ああ 本持ってるんだね。もろ。当たり前や。なんか、リスナーさんがね、河原社長の本を読んでみるといいですよって言ってくださって。だけど、もう、かさんの本とかあるよ。うん。うん、あ、俺もそれ買おうか。やっぱ本ってさ、立花さんだって。すごいな、ねね。本読んだらさ、その人の人となりとかいろいろわかるよね。あとは、青白王子もね、本もらったから。 もう読み終わっていらんかったくれ。買うわ、買い取るわって。いや、あげな、あげな、いや、ちょいちょい、じゃあ、じゃもらったやつだから、これ、これも、これこれも。あもらってって言われたら、全部読んだんじゃんと。うんは言ってた。もらった本はあげられないよ。うん。せやな、もらったからな。じゃあ、俺もさ、今日な、あの、めっちゃ、なんかユニバとかくださった方々がいらっしゃってね。これで、あの、プロソロのこれ、カビゴン欲しいですって言われて、え、じゃあ、そんなもんアマゾンで言ってますね新品であげますよ、みたいな言ったんやけど、いや、プロソロのが欲しいねんって言われて、いえいえ。 なんか。<laughs> それはま,ま、特、まあ、特別やもんな、それはな。うん買おうと思えばね。買おうと思う。あるけどね。ま、俺もあの、33万円でな、あの、とある女優さんのピーを落札して、ね。それで、あの、ちょっとまあ、あの、ま、おかずとしてトントントント,ントンみたいなね、いろいろま、知ってたわけやけど。あ、料理の話からね。なんか、まあ具体、具体的に言うと僕はちょっと、ピーになっちゃうんで、あの、言えないんですけど、うん。で、まあ、けど、ね。その子のイベントに俺行ってきたわけよ。ね。2万円ぐらい使って。うん でその子の手料理食べたわけよ。うんうん、うん。ほんで、手料理とか食べて写真も撮っていただいた後に、ね。あのー、何言ったかな。うん、普通に、あのー、ツイッターフォローしてほしいって言って、俺 TikTok フォロワーは10万人おるん、ね、で頼むわ言うたら、仲良くなってからねって言われて、うん、33万円でわざわざ、ね、その子の PE をなくさつしたのに、で、わざわざあのー、兵庫県から東京まで行って、ね、その子のために時間とお金を割いて行ったのに、うん、ツイッターフォローしてくれへんかったから、俺、あの、その子との写真全部消した。うん。 そう。いやけど、それは、だってけど、向こうもいろいろあるじゃん、事情が。うん。けど、そのさ、フォローできない事情とかあんだいやいや、それ無理、無理えうん。いやいや、それだけど、も無理なものは無理だったりするよ。あん。けどさ、俺さ、いや、そこは頭悪いなって思って正直。だってさ、フォローして、ミュートにしたったら、俺のアカウント見られへんやん。大丈夫や、別に。いや、けど違う、けど違う、ほら、事務所的にダメだったりするから、そういうのって。 いや、けど、あのね、女優さんが二人いらっしゃってね、うん、同じ事務所やねん。同じ事務所で、もう片方の興味ない女の方は、俺のことを勝手にフォローしてきて。で、もう一人の俺の本命の女の子は、フォローしてくれんかって。これやねん。わかるうーん、まあけど、それは、まあ事情がね、ちょっと理由聞いてみないとか、<ー>なんとも言えんけどね、<ー>それは。で、33まで落札したねんっていう、あのな、あの、画像とか見せたら、うん、えー、ありがとうございますって言ってくれたんやけど、いつかは東京、うん、え、なんで知ってんすか いつかあ、9月5日っすかえ、9月の7日に、あのー、飯田さんとお会いさせていただくんですよ、僕。ええ。なので、<ー>まあ、9月5日は別に予定はないので、え、社長だけ連れてってくれるんすかってことっすかよかったんえ飲もうえ、マジで言う、おっしゃってますいいんすか逆に。い <laughs> 俺さ、ほんまなんかもう、 めちゃくちゃ、やばすぎる、ほんまにすごい方に気になれすぎる特徴があります。うん、いや、よかったよ。<laughs> いいすいいんですか逆に。<laughs> ほんまに言ってます <laughs> マジっすかありがとうございます。<laughs> いや、それこそ、アキさんもそうやしさ。え、じゃあほんまにアキさんもすごいよなーと。え、え、社長、え、LINE 交換します ?DM 交換しますえ,え、ありがとうございます。え、飲んでいいんですかやった。 川原社長。嘘 <laughs>。マジか普通に嬉しいな。<laughs> えー、こんな僕と飲んでくださんでるんですかえー、じゃあ、ここに書きましたよ。見えますかねえー、川原社長、どうも、オッケー。はい。ちゃんとあの、その通り、ね <laughs> その。その、他の、その他の予定な、な,なさすぎてね、なしなしとなって <laughs> お前あ、んまふざけんだよ、もう。 <laughs> お前、全然スケジュール埋まってねじゃねえかよ。お前、レナピョンの応援行かなあかんねん。<laughs> あ、や,やばい、やばい、あかん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 。個人情報が。<laughs> うん。<laughs> ありがとうございます、カハン社長。伸びましょう。その代わり、ヒメカとフラッシュアンダー勝負して負けたら何か。<laughs> うん、ええー、いいんじゃーいのあ、ゆうかちゃんありがとう。えへ、ちょっと、え、って言うとね。えー、っと、姫方フラッシュ暗算対決。あ,いいありがとう。負けたら何か、フラッシュ暗算対決ですね。フラッシュ暗算。いや、そんなん勝つに決まってるでしょ。<も>逆に僕が勝ったらじゃあお持ち帰りですね、姫めかちゃん。 え、ヒメカちゃんが、ヒメカちゃんをお持ち帰りに、あの、ヒメカちゃんをお持ち帰りするのにかかる費用は、あの、150億円の中から捻出していただく形でお願いします。金の入い出してもらうな、そこまで。いや、じゃあ、ほんまに金ないね、ほんまに。ヒメカ、いいよ、やって。え、いや、いいって、俺が、うちは大丈夫で買ったら、ヒメカちゃんを、無料でお持ち帰り 大丈夫か約束しましたね。<laughs> 僕、フ、まあ、ラッシュランタンで、計算勝負で勝てたのに、姫香ちゃん持ち帰りできなかったら、あの、<laughs> ナスダックの株価暴落するかもしれませんよ、河合社長。<laughs> 大丈夫っすかなんでえ <laughs> 嘘つきが社長やってるって言われるかもしれませんよ。いやいや、絶対勝てるでしょ。<laughs> そんなんだって。 練習しなくても。ハンデないとね。いや、ハンデ、どういうハンデ思いつかないけど。もう、いや、途中から見ないとか、もその途中から見ないでき、あ、てかさ、あれやそのさ、多分やけど、河原社長が企んでんのは、ノッコン寺田さんの動画で、勉強した、途中で画面を隠すっていう技それで、俺が、ああ、見たでも追い込んで、 罰ゲームをさせるっていう魂胆ちゃうんけ。おんんお<ー>って思いましたけど、これ見てください、皆さん。あ、これ、これ違うわ。違ううん。はい、もう一回行くまつ。あ、<laughs> そこ答えて。うん。るわけないやろここからは、あ、これで、あの、 あの、4545 45って入力した時に、醤油肉が、言い方変えて言ってしまって、それであの、TikTok が、あの、あ楽曲削除されちゃったのよね。今、い,いい申し立て申請中やけど、そう、今 YouTube の方で見せたから大丈夫だよ。そう、そう、だ今、あの、危ねえと思って、ちゃんとあの、TikTok が b n ならないように隠したけど、うん。このパターンで、社長、僕を落とし入れるつもりですね。ねえねえねえ。 そうでしょチュッチューふんだ。チュふな。<laughs> なハッピーマステ。<laughs> 社長、僕のこと好きすぎるでしょ本当に。めちゃくちゃ僕のところにいてくれてますやん。<laughs> <laughs> うん、あ,あと、なんか、アート会、アート会社の会長、なんか、二ヘさんって知ってるプリンさん。 ニエさんわかるわかる。そう、ニエさんは今投げてくださったよね。なんか嬉しいわ、ほんまいろんな方々とね、交流ができて。うん、やっぱ飲もうって呼んでいただけるのが嬉しいです。ありがとうな。ヨシありがとうな。うまい。仲良しようね。俺、そうな。俺飲んでる会長さんとか TikTok そもそも見てないからな。結構。じゃあもう、縁切ったら。 いや、なんでやねん、そんな。別に今日 <laughs>、TikTok 以外の付き合いもあるよ、そえな。う <laughs> いや、YouTube とかってことあーあ,ーあー、だけど、あの、案件とかもね、あの、いただいたりしてるし。に27も、<ー>そう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 。え、てか、俺、おでんツンツン男が、なんか、インスタの DM で美容案件しませんか言われて、あ、はいっつって、<う>で、あの、審査<う>のためにマネージャーに、あの、確認出しますねって言われて、一向に、それ以降の、あの、<laughs> メッセージ来ないんだけど。そダメだったんじゃない審査引っかかったってこと いや、美容はね、いや、俺がいけてるじゃん。俺めっちゃ美容の案件あるやん、いっぱい。うんうんうん。だからそういうコンプライアンスっていうよりか、どっちかって言となんかね、<noise> フォロワー数とかねさ、再生数とかなんだよね、なんか。そう、なんか、あの、直近の10個の動画の再生数が1万以上で、っていう条件はあったらしい。<ー>うん。1>, 1万も超えてるもんね、全然ね。そう、けど、フォロワー10万人が、いや、少ねえな、ぁ <laughs> 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 って思ったんかな。<laughs> 多分ね。もうだって、あの、紹介してほしいって言われるけど、美容のあれから。やっぱ三十万人は、30万人いる人でって言われるもん、結構。うん、あ、そうなんや。や、つ。うん、おでんつんつん男が声かける相手ミスったってことやな、要は。うん。いや、わかんない。クリニックによると思うから。うんなあ。なるほどね。そういうことね。いや、社長、寄ったらやばいやつやな。<laughs> <laughs> <laughs> ああ、水亀ハートウンマうん。社長さんいらっしゃらなくなった。うん おもろかったなぁ。めっちゃ気に入ってくださってたなぁ。うん、嬉しいなぁ。ほんま。けどほんま、社長さんの善意と、プロソロ特有の地投げを使えば、1位が取れるってことが、今回の誕生日で分かったから、これから誕生日は、あの、地投げありで、やろうと思います。いや、まあそう、まあまあ任、ま、せますけど、まあそれが結論ということで。ね、あ、無限でやった。うん。<laughs> やっぱり眠い中ほんまごめんな、マジで。ありがとう。いやいや、いいよいいよ、全然。うん。まあ、またちょっとやろう。うん。あ、最後にこれだけ聞いていい別に笑いとかなしでさ、なんでオフ会めっちゃやってんの<う>やろうとしてんのと、いや、今回は、要はそのクさん今回来れなかったじゃん。 今回っていうか、その、えー、東京で。あ,やあの、前回か、前回、<ー>東京からで。<ー>それで、あの、あ<ー>いや、熊田さんも参加したかったって、あの、熊田さんとも俺結構電話してるから、その時言ってくれて、あとはしゅ、うさんとまちゃんあの、俺めっちゃお世話になってる、あの、山口県の、うん。うんうんうん。最強夫妻。最強夫妻のうさんとーちゃんも、大阪だったらいけたのにって言ってくれたのよ。うん え、じゃあ、大阪でオフ会したら来てくれますかって言ってあ、行くってなって、あ、わかりました。つって、で、熊さんに聞いてみたら、あ、11月だったら大阪行けるってなって、じゃ11月にやろうっていう。うん、ただ、それだけ。で、俺、東京で開催した時も、あの、ほのかんちゃんがなんか、オフ会やってほしいって言ってくれたから、それでやっただけ。だそういうことね。あ、ほのかん、ほのかんちゃんってあの子ね、面白いよね。あの、ちゃんがそう、そう、が言ってくれて、最初に。うん たいってええオフ会したら行くっつって、そしたらリスナーさん何人か行く行くってなったから、あ、だったらやろうかっかつって。え別にっっ。えプリン将軍だけじゃなかったの、その時は、最初は。その、オフ会のメンバー。だ俺がその呼ばれたんだけど。あ、いやけど一人で開催してもあれやなと思って、だからずっこけ三人でやったらまあ面白いねってなって。うん、ああだけど、プロスラスちょっと遠いから来てくれるかわかんないけども、一応誘ってみようってことになってなるほどね。そういう流れがあったわけね。ケ、うん。OK, OK。オッケー ほのかんちゃんやね。いや、ほのかんちゃんほんまなんか、すっごい俺にあえて幸せそうな顔してくれてたから。いや、全然してません。いやいや、マジでマジでマジで。なんか俺のだって募金箱にさ、蛇とか、カブトムシとか、お風呂シートとか、カスタネットとか全部ある。ほの <laughs> かんちゃんや、ね、言うてたもん、全部あれ、ほのかんちゃん、ほの、うん、かんちゃんやったの、あれ。ほのかんちゃんが、<laughs> もう俺のこと好きすぎて多分入れまくってなのほんまに。 今日さ、びっくりしたのがさ、もう俺のとこ現金しか入ってなかったからな。うん。俺だけ4枚、俺だけ四枚入ってたのよ。うん。え何何やえみーもちゃん、ライオン、ガオーえあ、みーもちゃんええ、すごい。え、みーもちゃん ロスちゃんおめでとう。えぇ、ー、ミーモちゃん、えー、なんで、なんで、俺もう誕生日もう過ぎてるんですけどね。<laughs> いや、ありがとう。いや、えー、やん。ありがとう、まあ、ミーモちゃん。ううんなんで、ミーモちゃん、俺なんかにライブを投げてくれたの、うん、えぇ、ー、ミーモちゃんはほんま唐突に投げんの、うまいよな。<laughs> えぇ、ー、ありがとう、ミーモちゃん。<laughs> 配信休んでて,て、お誕生日さっきストーリーで知った。えぇ、ー、そうなの、う そうやな、みーもちゃん最近配信休んでたイメージだよね。どうしたのみーもちゃん。ごめん。いや、謝らんと、なんでみんなそんな優しいの謝らないでいいよ。何笑ってんねん、豚まん。これ。ねもう豚まんじゃないよ、もう。肉まん。勘弁してくださいよ、もクロ黒豚チャーシューうどんが。<ー>謝らないでよ、みーもちゃん。<laughs> 優しすぎるよ。みーもー。愛しておくれ。デート行こうな。うん。 いやいや、やっぱもう、えー、ハッピーバースデー、まだついてるからいいかダメでキューとは言わせない。ありがとう。やっぱ。えー、電動9位になってないえー、俺、配信者とか、配信者以外のもう投げ師の方とかから愛されすぎてないあ、みーもちゃんお疲れ様です。 ええ、ありがとう、みーもちゃん。最近ね、ちょっとあんまり深夜やってないんで、またちょっと深夜やるときコラボお願いします。ありがとう、みーもちゃん。よかったな、そろそろ。みーもちゃんの投稿を見てるとさ、たまに俺の男気スイッチが入ってさ、あの、うん。あ、みーもちゃん、ちい豚ワンとチューしてどうすんねん。うわ、ちょ、くっさ。 うぅ<ス><ス>いや、なあや、おうんましてんねんお前おちちいあいつ抜かすなええロが、ま、来てんだからよなげえななげえなよ、お前うんま投げてくれてんだか、いいやろ、別に。キ<ス>ュッとしてくれてんのか、キュッとしても。<ス>まあ、俺もライ、<laughs> ライオめっちゃ嬉しかったけど、ミーもちゃんとリアルうんまできるんやったら、俺、あの、ライオいらないいかもしれないな。<ス>確かにな。ちょっとうんまの方が嬉しいかもな、<ス>ほらな。<ス>うん。 値段じゃないな、もはやな、みもちゃんの場合は。<laughs> うあちゃん、ね、ちゃん、ありがとうございます。プロソロは有名な投げ師やからね。<笑><笑>えあきさん、えいや、あきさん潜ってたんかいんいや、でも投げすぎって言うんですよね。まさかのあきさんとギフターレベル3じゃって一緒なんですよね。<laughs> いや、もうそんなわけ。まあ、あきさんはね、けど別のね、別の投げがあるから、やっぱ、もっとね、やけど。別の投げとは別の、別のエンタメを、別の。 ああ、ウーバーイーツエンタメと。ウーバーとか、ウ、えーバーとか、ウーマンデリバリーエンタメね。うん。とか、リリそうだね。うん。それは何言ったか聞いてなかった。いいあ聞、聞いてなくていいよ。どうせしょうもないことしか言ってないから、ねだてうえ。誰が何言ってるか具体的に今言ってみろ、うん、もう一回聞こえんいいねん、ね。うん、狙うよ早くお前 お前自分の脇汗の匂い変えてんじゃねえぞ、これ。え、俺配達員に相当投げてるのい,いらないさ、チッパ。みーもちゃん、<や>俺ともリアルで、<や>うんま、うん、しような。まずはもっとコラボいっぱいして、たくさん仲良くなろうな。うめ、ん、ありがとう、みーも、愛してるぜ。いや、そのさっきの話の続きになるんやけど、やっぱみーもちゃんの投稿を見てると、な、うん、あの、A&B を見てる、 うん、気分になる。うん。コラボしてくれないじゃん。いや、じゃ、えみーもちゃんも招待オフにしてるんじゃないのちょっともうスクショして覚えておこうか。えみーもちゃん招待オフにしてるでしょねえ、じゃないのよ。いえいえ。違う。だから、からみあの、うん、あの、ちょっとお手数をおかけするかもわかんないんだけど、みーもちゃんが、まあ、ごめん、俺なんかとコラボしたいって、もし、思ってくれた赤月にはですね、ええー、じゃああの、みーもスすな聞き,きや、お前ら。あ,あ、ちょ、プロソロに、あの、ちょ、みーも、 あ,あ、コラボしたい言うてたって伝えに行けて、ちょっとあの命令してもらって。酔ってるのいや、酔ってへんよ、全然。酔ってへんよ。まあ、自分自身の才能には酔ってるのかもしれないな。今夜は寝かせないぜ、みーも。ユニバーよ。なんでわかったうん。だって、プリコーとかもな、今日、なんか、俺全然コラボする気なかったのに、なんか、あ,あ、プロソロ呼んできて、うん、って。うっ、ん、て、うん、なんか、 秘書が俺んとこにギフレベ40の秘書が参加しましたで、ね。お湯くんに似てる話か。うんね、いや、あいつがパクってんねん。あいつはすべてをパクるねん。俺はオリジナル。<laughs> うん。あいつなんでもパクるやん。そな、もう、朝料理配信も始めたしな。そう。うん、しかもあいつがバズったきっかけって俺のフラッシュアンダーやし。俺のフラッシュアンダーと動画であいつバズったしな。確かに確かに。かにあいつ、金魚の糞みたいな、うん、うん 最初、できると思ってたもん、フラッシュアンザー <laughs> すげえいなと思って。あ、だから、うん、弟子やと思って。すげえと思って。<laughs> こいつもできるんやと思って。何、うん。何もできとない。そうやね。あいつは人の真似をするのがうまいね。みーも笑うな。うん。笑ってみーもいつまでもハッピーバースデーつけてな、なんかな、余韻でな、ギフトいただこうとして、せこいな。いつまでも、お前。いつまでもハッピーバースデーつけて、お前。<laughs> ありがとう、みーももーちゃん。まあ、朝までやっとけよ、もう。 朝までやっとけよ、チャーネは今から見事にとった。みたいなやつは。なんか元気なくない<ー>俺まあちょっとあの、昨日日韓2位やったんで、誕生日の日韓が、プリコーに待って2位やったから。うん。えー、まあちょっとあの、プリン将軍と、いろんな話をして、まあ、落ち着くまで。もう2時間な時間分な。ごめんな、プリンまず。おういやいや、い、え、い、ー、けど、い、え、い、ー、けど、いいんだけど、2時間20分話すと思んなかった。 ごめんな、長くて。ほんまにごめん。ガあの、ガチバトル史上、多分最長よ、これ。ガチバトル後の、これ、コラボ、多分。うん。長えな、寝てえなって思ってるよな。ごめん。2、2時間20分も話す人いないよ。俺やっぱな、もうなんかな、止まらんくなってまうねん、全部。よくよく見ると、二人顔そっくり。嬉しくないです。いや、全然嬉しくないわ。誰俺、とこなついんじ似てるから。みもちゃんありがとうな。 またコラボしよう。仲良くしてね。大好きだよ。お前、奈良の大仏に似てんな。いや、もう何でもいいですもん、もう。はい、決まったというところで、<や>え本当に、えー、ビーもちゃんも、そしてプリン将軍さんも、<や>ハゲてて、ハゲててじゃない、えー、っと、<ー>コラボしていただいてありがとうございました。やけどしましたやけどしましたじゃないよ、ビーも 何にやけどしたんがん俺がイケメンすぎて、恋のやけどしちゃったってことはい、ありがとうございました。はい、じゃあもう終わりましょう <laughs> はい。じゃあ俺2時半までちょっと一人で喋って終わるわ。プリン、ありがとう。うん、オッケー、任せるわ。ありがとう。ありがとうね、じゃあまた。うん、はーい。お疲れありがとう、プリン。またこれからも仲良くしな。えー、はーい、ありがとう。みも、えー、ちゃん。はい。 ありがとう。みーももありがとうね。俺がみーもって言うとなんか、彼氏感が出てなんか逆に申し訳ない。<laughs> ね、みーもちゃんみたいにね、もうめちゃくちゃ可愛い女の子いないからね、世間にはね。いや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 。楽しかったなどうしよう、これ最後光るから最後暗闇の中で終わりたいな。ロの <laughs>、そのちゃん素敵な一年に。ありがとうみーも。<laughs> ありがとう。頑張るわ。ありがとうみーもちゃん。 みもちゃん誕生日いつなの応援行くよ勝負優しかったな、あいつ。いいやつやったな、お前。みもちゃん誕生日いつなのあ、暗闇の中で終わりたい。ああ、えっ、ー、と、いや、惹かんねん、これ。これ惹かんねん、これ。あの、別にあの、シーモネーターじゃなくて、これ。これを暗闇でやると面白いっていう。ただそれだけ。ただそれだけ。こういうこと、こういうこと。これしたかっただけ。 ごめんな、くだらんくて。31歳の誕生日、迎えた、あの、メガネかけたニートってこんな感じになるよね。ごめんな、うん。はい。キンキンに冷え切った夏だったな。ミーモ、また会おうな。えー、ミーモちゃんは、えー、TikTok ナンバーワン、圧倒的に可愛い。ケンタロウわからんぞ、それは。<laughs> えー、ピカピカしてきた。<笑>何笑うてんねん。 みーもちゃんはほんまあの、キャリーパイメパイメに似てるんだよな。うん。おっしゃ、レッツ世界征服だって歌ってほしいもんな、配信で。けどなんかちょっと、あの、お姉ちゃんっぽいキャリーパイメパイメやから、その、俺キャリーパイメパイメそんな、なんやろう、その、女の子として見たことないけど、まあ、みーもちゃんなんかすっごい、ちょっとあ、ちょっとね、うん。ちょっと、ね、夜のね、あの、 ファッションモンスターになってまうかもしれませんね。えー、ありがとう、みーも。変なことばっかり言ってごめんね。うん、またな。うん、まおやつみなさい。またねミみーもちゃん。これ、ただの不審者やんな。笑うな、みーも。早く寝やがれ。ライオン、ありがとう。うん、うん、ままたねちなみに、めっちゃ近い。何がやね。えー、つねさん、ハートンマ。何がごめん近いか、ちょっと、えー、っと、すみません。よくわかんないんですけども。 えーっと何が近いのいえいえ。あ、え、これ、ねえ、投げ返しけ、んお誕生日来いってことけ、おい、ん <laughs> 目が悪いんや。あ、俺のね、うん。そな、と性格と、え、愛しさと切なさと心強さ。うん。いえ、黙れ。えっと、うんみーもちゃん誕生日いえいえいえ。お誕生日近い、バイバイって言って、 かわいい女の子か。えちょっと待って、あれええ,え,え,ええー、っと、みもひどいって。あれえー、っと、んあれんごめん、みもちゃん、あの、ひどい。はい、ごめんなさい。はい。すいません。あれみもちゃん、アイコン見えないんだけど。いらない、もうたくさんもらってるから。はい <laughs> いらない、もうたくさんもらってるから。え、ビーズのファンやったっけにー <laughs> やった。うん。その頭のやつかわいい。え、これね、あの、オフ会でファンの方がくださったやつ。うん。 ええー、みーもちゃん、ええー、もよし、わかった。俺がみーもちゃんと、あの、デートに行こう。うん、それでいい。俺がちゃんと、うんま、直接する。うん。プロソウちゃん、皆さん、おやすみ。うんありがとう。あ、その、ひどいっていうのは、その、さっきの運動会の話いや、まあ。ええー、やん、別に。うん。本当にいらないです。バラバラ。えー、<laughs> 優しいな、みーも。いほんま、仲良くコラボしようね。 おやすみみーも。ちゃん。<laughs> うん。夢の中で。また会おう。おやすみー。あーい。またねー。ありがとう、みーもちゃん。優しいな、ほえー、みーもちゃんからいただいたギフトを換金した暁には、ユニセフと赤い羽共同募金に寄付したいと思います。ありがとう。うへ、ん、へ。<laughs> てか、普通に目悪なるわ、これ。マジで。 ないでしたか ?2 位だったよやけど、勉強になった、マジで。誕生日配信、ガチで勉強になるような。<laughs> く、くだらっこれごめん。おい、ちょ、っと電気つけるわ、もう。いや、でも、もう、訳分からへんないから。 ふぅ。フリコが1位やったね。けどね、やっぱ誕生日は勉強になることが多かったね。うん。怖い話でもしてたの。<laughs> してなかったよ、別に。美肌。まあ、皮膚科行ってるからな。アスカちゃんもありがとうな。またコラボしに行くな。ありがとう。すごい。まあまあ、すごいよね。正直すごいと思う。うん、まあ、この2位というのは、うん。 まあ、俺の中では初めてやったから。そう、2位で逆に良かったところまった。2位って取ろうと思っても逆に取れへんがらな。みんな1位目指すから。1位取ったことある、3位取ったことある、2位だけ取ったことなかったから、逆に取れて良かったかもしれん。ほんまにな。あもう一回枠スクショしとこう。うん、これ、これで笑顔でね、取っとこう。 撮っときま、うん、ポジティブ、うん。あのー、これが今の実力なんだなっていうところですね。本当にね。うん。やっぱり、2位じゃダメなんですかって。<laughs> まあ、うん。あの、本当やっぱ1位がベストなんだけど、けど、やっぱ、俺もそのフラッシュ暗算で、えっと、ずっとね、2、3年ぐらい毎回2位で1位取れなかった時期があったんだけど、その期間の中で、あ この練習じゃダメなんだっていうことで、新しい練習を見出したりとか、より効率的な、まあ、その手法を用いたりとかって、その、方向転換ができたおかげでまたその1位取れたっていうところがあるので、えー、なので、今回の2位で得られた教訓を活かして、次、 どんな相手が来たとしても、そのやっぱ1位が取れるようにっていう予防線というか、えー、っと、作戦を練ることができました。うん。え、社長、まだ飛んでるんですかうん。まあ今ちょうど終わろうと思ってたんですけどね。うん。今から1位行きますかうんまあ。ちなみに何歩するんですかあの、北新地って大阪、大阪来てあるんですか今ね。社長。は <laughs> 9月5日。楽しみにしてます。まあ、寄ってて覚えてなかったら別にキャンセルでも大丈夫ですが。<laughs> いろいろ遊びましょうね。うん。うん。地投げ王になり、<laughs> 地投げの G 違うねん、それ。<laughs> そやな。だ地投げ王になれるくらいちゃんと配信をやって、いや、プロソロ地投げしてでも1位取るやばいやつやぞってもう認知していただいて、 うん。そう。いやけど、あ、ちゃんと応援もされてるんやっていう状態じゃないとダメやけどね。うん。そう。で、ガチビ2位はオワコン。黙れ中卒外喋んなお前。<laughs> 嘘です。すんません。<laughs> オワコンじゃないでしょ。じゃあ俺、あのね、えっとね、ガチビとか作ったことなかったんですよ。正直言わせてください。ほんまに。ほんまに河原社長。僕、 クリスマスの時も、ソロ版の全国大会にまず、朝5時に起きて、ね、兵庫県から埼玉まで向かって、で、1日中ソロ版の大会に参加して、フラッシュ暗算ンンで、まあ、指導者の中では匂いしとって、で、そっから夜10時ぐらいから配信始めて、 あの、レオさんっていうね、ギフターレベル49の日本一の投げ師の方がいらっしゃるんですよ。多分1億くらい課金してるんですよってッうとかねその方がドカーって爆投げしてくださったんですね。うん。それでたまたまガチ見でもなんでもなくて、そのたまたまその公式のあの、ライブにあの出てください。で、この人とバトルしますみたいな企画もあった時にたまたま取れた1位やったんで、うん、レオやろえ、河原さん知ってんすか知ってんすか知ってるんすかな、な、え お友達ですか僕ちょか、あの、レオさんがどんな人か僕お会いしたことないんですよ。お、会ったことあるんですか社長は。いつか旅するのもう旅する余裕ないわ。1位、一位取れたらあの全国一周の旅とかするとか言ってたけど、まあ、2位やから、ちょうど旅するかどうか迷ってたっていうのもあったし、あと天井雨漏りしてて、やっとあの、えっと工事が進んで、今、あの、あと1、2週間ぐらい、その雨漏りがない、 状態に戻れてるかどうかを見て、そっからあの、張り替え作業があるから、っていうことで、いろいろあってね。そう、バタバタしてて、とても全国の旅行ける状況じゃないかなって思ってて。えー、だからちょうどよかったね、2位が。うん、1位取れたら、えー、全国のアパホテル、えー、泊まる、えー、プラス、全国、あのー、バイク一周の旅、あと、全国の自郎系ラーメンも制覇するみたいな言うてたやけど、2位やったから、むしろ、いや、あのー、 コストがかからなくて済んでい、うん、逆に良かったかもしんない。公約として言うてたから、うん。うん。公約って言ったら、なんか、プリンス、公也の公也と被ってて、なんかちょっと、またちょっとあの、イラッとしてしまいましたけどね。プ <laughs> ロトの旅配信おもろそう。いや、それはね、いろんな会う人、会う人、そん時、そん時のね、様々な角度から、ね、あの、いろんな情報を多分発信できると思うんで、えー、僕自身が面白かったら、配信も面白くなるとは思いますけどね。そろばきょうさどうだったんですかはい、やめました、お疲れい。うん。儲か,からやめました、うん。 あのー、スキマバイトのサービスした方が儲かるんで、あの、やめました、って。はい。いや、僕はサービスしたことないですけどね。ええー。<laughs> いやー、川原さん、もうあのー、ギフレベ今37やと思うんですよね。で、これをあのー、僕の枠で投げまくって50にしようや。レオさんよりも先に、1位になろうや。<laughs> え、まだキャバクラいはるんですか川原社長は。 その、え、多分時間とお金に今めっちゃ余裕あるんですよね。羨ましいっすよね。僕はまあ時間には余裕があるんですよ。ニートなんで今。うん。だお金使いすぎちゃう、そう、お金全然稼いけてないのに使いすぎちゃうのを直さないといけないですね、僕は。え、ひにハート運命うん。ハート,ーーーハートありがとう。 いや、オワコンチャンネルちゃうで黙れ、何回も何回も。えっ、ー、と、川原さんのフォロワーは、えっ、ー、と、835人。えっ、ー、とえ、僕のフォロワーが、えっ、ー、と、えー、10万1600人なんで、えっ、ー、と、10万765人僕よりもフォロワー少ないんで、はい、川原さんオワコンチャンネルでした。うま。うん。悔しかったらユニバや <laughs> 嘘です。え、なんかこうやって煽られるの好きなんですかねえ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 って。<laughs> めっちゃオワコンチャンネルって言うて、あの、りますけども、河原社長のおかげで、あの、日刊も上がって、昨日に撮取らせていただいたんで、本当に感謝はしてますよ。ありがとうございます。えー、金銭、そうやな、金銭価格直さないとダメだわ。その通りだわ。50って実際どのくらいいや、1億円だと思う、リアルに。えー、全国の旅来ないのかえっと、久に俺の、その全国の旅の条件は、1位が取れたらやったと思うね。うん、逆に、1位が取れなかった。 だから、うん、まあまあ、あと忙しくなって、その社長ファイトクラブでいろんな方と出会わせていただいてね、よりその自分の活動の幅が広がるっていう、うん、感じなので、むしろその全国旅とか、えー、全国、うん、二郎キャラメンとか、うん、行かなくてよかったんじゃないかな、と逆に思ってるね、今は。うん、見るハートマン、うん。社長。えっと、さっきの誰やったっけ柴田理恵やったっけ柴田、あ、柴田理恵ちゃうわ、ごめん。 えっと、柴田理恵じゃなくて、あ、姫かね。ごめんなさい。うん。えー、楽しんでくれよな。うん。えー、じゃあな。ユニバーや、最後に。うん。<laughs> ケンダルハートンマ残念だ。楽しみにしてたのにな。いや、ごめん、ヒサにいわ、こうやってやっぱ楽しみにしてくださってる方々もいらっしゃったっていう点においては、そうやね。だから、これからあの、あの、東京行った時とか、外配信してもいいかもしれないですね。ヒサ兄さんも、ユニバー投げてくださってね。えー、あちょっと覚えときますね。ありがとうございます。うん。 やっぱそういった需要もあるというわけで。そう、フラッシュアンザー配信してたらね、同説5000人とか行ったことあったけど、まあそれで別に枠が盛り上がるってわけじゃないからね。やけどでも、皆さんが行ったことないところに行ったりとかしてね、軍艦島とか行きたいけどね。うん。面白そうやんか。そういうのをさ、あの、なんか俺、上ブログとか好きなんですけどね、皆さん知ってますかね。うん。うん。かほんまいろんなところ行ってね、いろんなことしたいですね。確かに確かに。うん。 いや、こんなに一人喋りするの初めてだな。うん。たまにフラッシュアンザンな。<laughs> ああ、まあね、フラッシュアンザン配信ってね、腰痛なんだよ。しんどいなよ。うん。食べじゃなくてもたまにいろんな県に遊びに行くのもいいかも。ああ、そうやな。俺、あの、奈良公園で鹿せんべいを鹿にあげながらフラッシュアンザンやったことあるやけど、指ちょっと噛まれて痛かったっていう記憶しかね。えー、上部落南米の頃、あー南米のあれ美味し、いああ、面白いやな、ほんまにな。うーんなー。 いやーけどほんまいろんなことをやりたいよね。次回に楽しみをとっとくわ。あーまあ、そうやな。まあ、地投げもありで1位取れた時に、みたいな。あともう少し時間に余裕ができた時に、みたいな。今もう、縦部もそうやし、縦部は今回なかったから、あの、地域リーグとか、あと、PK 戦とか、しかも9月1日からまた始まるんでしょうイベントだらけだ9月1日からサンリオイベントでしょ、もう。 なす D なわかる。うん。わかるわかる。それもわかるわ。うん。ね。地投げで1位取ったら料金なくなる。いや、ちゃうやん、ケンタロウ。考えろ、お前。あの、地投げで、えっと、1位を、えー、取っても、余るぐらいに、配信頑張ってちゃんと、稼ぐんよ。今、貯金えっと、配信始める前は150万だったよね。えー、そっから、 なんぼや。もう一日でだいぶ変わったで、ね。えっとね、昨日 2M やったから <laughs>、みんな引くなよ。これ聞いて。ちょっとだって、今トータルで言うと、あ、今、ちょっと待ってな。計算するわ。みんな引くなよ。配信始める前150万やったんやけど、 二倍になりました。二倍。1 5百五十円が三百円になったと思っとってくれ。うん、今日の二百系が <laughs>、いや、まあまあ、ミニオンな。まあ、過去は変えられないけどね、未来は変えられるからさ。地投げはしなかった。そう、地投げせんかったよ、パイナップル。めっちゃしたかったけどな。最後、レオさんを信じちゃってた。 信じちゃってたというか、期待しすぎてしまいましたね、レオさんに。夢あるな。夢あるやろ。マジで夢あるね。そう。で、前回俺が日本一撮らせていただいたときは、あのー、ちょっと茜とかもいろんな人に投げすぎたから、見てたよ<え>あ。見て、見てた <laughs> 見てたな。パイナップルありがとう。パイナップルのえ誕生日が9月1日にありますので、ぜひ皆さん応援行ってあげてください。 僕もね、あの、パイナップルに一番お世話になったと思うんで、ユニバー痺れたな、ほんとに。すっごい応援してくれたけど、大丈夫パイナップル。まあ、俺は俺で、パイナップルのコンカフェ行ったけどさ。まあ、ほんま無理のない程度の応援でお互いね。うん。俺は楽しかったから、あの、うん。使っただけで 200K じゃなくて 2M だろう。えー、っと、お いや、えっとね、えー、それはね、久兄さん。えっと、僕、今、日間12位に、あのー、ランクインさせていただいてて、0時超えてからいただいたギフトっていうが、えー、ギフトっていうのが、227.5K なんですよね。で、えっと、その 227.5K を、昨日の、えっと、日間ランクインに加算すれば、2.2M になるわけじゃないですか。 2.2M ってことは、1位のプリコーまで残り 200K っていうことやったんで、より今1位に近づいてた可能性があるよねっていう話を、えっと、してましたね。え、ミディオンがね。うん。どうなの私的にちょっと他びっくりした。えっと。え、パイナップル以外の、例えば、とろみとか、あかねとか、え、が、えっと。 どれだけ今日投げたかっていうのを、まあ、ちょっと大体見て、びっくりしたってことそれだけみたいな感じはい、スクショしとこう。パイナップル、同じやっぱ北陸出身やから、優しいんかそうです。<laughs> 俺理解力高くねうん。ヒサ兄さんの誤解も、あの、ちゃんと解いたし、あの、パイナップルが言わんとしてることも秒速で理解してるし、やっぱ頭、ええ、 ブロッコリーだ。電波悪なった今。入り直してもらって。入り直してもらったり。入り直して一回。出て、入る。出て、入る。えっとね、来たんやけど、5000コインぐらいが治ります。うん、出て、入ると治ると思います。うん。えー、っとね、5000コインぐらい投げて舐めた態度取ってたな。うん。 全員に言いふらしたろ。<laughs> 金ないんやろ。いや、金ないにしてもさ、金ないんやったら金ないって言ってくれたらええのよ。俺は、あの、ほんまに金ない時は、配信頑張らせていただいて、時期がつら、その時に応援させてほしいって。俺はもう、ユタシとかにもいろんな人にも言ったよ。うん。基本的にうん。 それはそうだよね。いや。よし。どうするみんな疲れたから寝るか。ね。パイナップルほんまありがとう。うん。パイナップルありがとう。めっちゃ優しいな。パイナップルが本当に優しくて、なんか、ね、面白いことが、まあ、大好きだね。女性って。 さらにね、思えた感じですね。ぬいぐみの状態みたいです。あは、わかった。ちょっと待ってな。お疲れ様、私つけようかな。おおね投げに行ってほしいんか。いや、あ9月1日にとっといた方がいいでしょ。うん。ああ、ビオヨヨヨヨヨヨなんかビオヨンの後に、あ、イテテテテテテか、言うてたんが。ビオヨヨーンからの、イテテテテテテっていうこのファイナップルのが面白かったんですよね、これね。 お疲れ、タップラー。うん。カメちゃん、ビヨン。よし、えーと、ザコギフトは送るな今、1位のやつが 950.4K やねん。すなわち、俺たちが、上に行くためにはな。あと、722.7K が必要なわけや。なんか嬉しい反面いろあるよね。そうやんな。だ、その、 んやろ投げすぎとか使いすぎとかっていうのを抑えれば、うん。例えば、ね貯金500万のやつが100万投げるから、なんか、いや、100万返してって思うのあって、貯金500万のやつが100円上げるんやったら別にそんな返さんでもええやんって思えるぐらいの、 お金の使い方をしなきゃいけないなっていう、まあ反省にはなった、ね。電動の地投げってあるんですかいや、電動で地投げとかも、アコムとプロミスとアイフルと闇金牛島くんが登場してくるだろうが、それは。ああ <laughs> 電動、あ、てか電動獣医か、俺。プリコ強いな、こいつな。9.7M。9.7M はね、 えっとね、何本かかるかというとね、1600万。あ無理 <laughs> であ。で、最後ミニオンか。<laughs> よし、ちょっと眠くなってきたから、風呂入ってみようか。 これ見てこのヤドンの顔。ブサーンド行くすぎるやろ、これ。なあ。柴田里恵のマスクコット作った、ああいう感じになるやろ。<laughs> かわいい。あ、これね、ミニオンがね、オフ会の時にくれたやつで、今まだ暑いんで、僕とか今日 TikTok ライブのね、あの、T シャツ着させていただいてるんですが、 あの、ヤドンのね、今見ていただいたミニオンからもらったね、着ぐるみはね、あの、秋以降冬とかにね、着たいと思います。先生みたいで可愛いです。黙れ目のサイズが違うだろうが、うん。ヤドン可愛いありがとう。一人でゲームバランスはおかしくしてますよね。<laughs> えーっと、あ、俺、俺がね、うん、そうだね。地投げでね。 <laughs> いやー、けどほんまなんかみんな、やっぱ、優しいやつは、あ、プリコーね。そういうことね。いや、プリコーが、だ、あの、ほんま、これ多分、言い得て妙っていう、まあその、めっちゃうまいことを俺言うんやけどさ、TikTok 界の大谷翔平だよな、プリコーってあいつ。 だからホストと TikTok の二刀流というか、ホストでも売り上げ上げれるし、TikTok でも売り上げ上げられるしっていうところだよな。やろうよ、ちゃうね、お前な。寝ようとしてったんやけど。うん